来場の皆様オンライン参加の皆様お待たせいたしましたこれより第21回お互いフォーラムを開催させていただきます私は本日司会を務めさせていただくタイ王国公益法人お互いフォーラムマスユと申しますよろしくお願いいたします今回はタイバンコクのバイテックをメイン会場としウェブを通じて多くの皆様にご参加いただくハイブリッド形式で 同時通訳を使ってイベントを進めさせていただきます会場にご来場の皆様にはレシーバーをお貸し出しさせていただいておりますがチャンネル A が対語チャンネル B が日本語となっておりますので皆様ご希望の音声にチャンネルを合わせてくださいまた Zoom でご視聴の皆様は Zoom 画面右下の同時通訳という場所をクリックしていただき日本語でお聞きになる方は日本語 タイ語でお聞きになる方は英語・イングリッシュをご選択ください。また、セミナー中にご不明な点やトラブルなどがあれば、ズームのチャット機能、QA 機能をご使用いただいて、セミナー運営にお問い合わせください。お互いフォーラムでは、タイと日本の両国の発展のために、タイと日本の連携による案件をサポートしてきました。2013年4月の第1回よりカウントして、 今回で21回目の開催となります。本日は3時間の長丁場となりますが、最後までご参加、ご視聴よろしくお願いいたします。それでは開催に先立ちまして、タイ工業省産業振興局、パソコンチャイラット副局長よりご挨拶をいただきます。まさかオ副局長よろしくお願いいたします。 ご来賓の皆様、えー、国内の参加の方々、それからオンライン上でご参加、日本からご参加されている方々、本日はですね、えー 今回のお互いフォーラムの、えー、と開会挨拶をさせていただきまして、あの誠に光栄でございます。まあ、今回はですね、まあ、21回第21回になりますけれども、とても、えー、と喜ばしい限りです。で、まあ、このい、えー、お互いフォーラムの話に入る前に、ですねまず現状についてちょっとお話ししたいと思います。まあ、現状といえば、まあ 状況の変化ですね。まあ、ご時世ですかこのご時世ですから、かなり変化が激しいです。昔であればですね、まあ、デ、え、ィ、ー、ストラプション、破壊的、えー、技術っていう話あったんですけども、またその、えー、とデ,ジタルデジタル化の話もあったんですけども、今はですねあの、もうコロナになって、コロナが起きてからですね、もう2年経ちましたが、またそのジオポリティクスもですね、 もうあの皆様もご存知だと思いますけれども、ロシアと,、えー、とウクライナのとの,、えーとまあ、あの揉め事について、ですね、まあ、かなり、えー、とその、まあ、石油ですね、えーと、ガソリン代にあのかなり影響をもたらしています。また、あの高齢化社会とかも、ですね日本のみならず、ですねもうタイもあの高齢化が進んでおります。また、他にあにいろんな課題が起きていると思います。 なのでこういった状況の中でですね、えー、ビジネスをやっていくのはですねかなりあの大変なことだと思います昔は、まあ、いろいろその変化のことを言う時には、まあ、我々、えー、と産業振興局の役割としてはですね、まあ、変化に対応することを、えーとまあえー、と推進、えー、支援してきたんですけれどもでそれはですね、まあ、対応するだけじゃなくて生き残るためにですね 必須ななことになってきてきいますそれから我々がその注目しているのはですねやっぱりその、まあ、技術ですね、えー、競争力を向調させるための、えー、技術その技術テクノロジーがとても大事ですで技術もですね急に、えー、と変化したりもしますからでタイの中まあもちょっとまあ、日本の皆さんはですねなぜあのこの、えー、フォラムをですねあの開催してるか ちょっとあの、まあ、疑問に思っている方もいるかもしれないんですけれども、ちょっとタイと日本の関係についてですね、あの少し話したいと思います、まああの。日台関係はですね、130年以上、えー、と続,いて続いております。友好関係が続いております。まあ、我々、友、え、好、ー、関係を築いてきましたと、あの揉め事は一切ありませんでした。そのためですね、あのタイの産業にも、えー、もう我々もですね、かなり、えー、技術、 についてもマーケットについてもですね、結構あの日本にお世話になっております。まあタイにとってはですね、あのまあ日本のえっ、ー、と資本、日本のそのまあえっ、ー、と投資家はですね、大事なえっ、ー、と大きなあの投資をしてくれているんです。特にまあ自動車、えー、あの電子電気などですね、あのこちらはですね、まあ大体皆様えっ、ー、と日本から来ていただいております。で我々あの工業省としてもですね、日本とのあの連携 に,あのについてですね、その大変あの力を入れておりまして、えーと、ジャパンデスクをですね、えー、と設置しております。あのこの、えー、とデスクをですね、専用のデスクを設置しているのはもう日本だけです。えっ、ー、と、韓国とかですね、中国のデスクはありません。もう、われはですね、日本との関係をですね、そ大事にしている証拠です。もう12年続いております。これからも計測していきます。最初は、設置した当初はですね、最初はですね、G2G、要はその中央 政府間での,あの連携というのが多かったんですけれども、と要は、えー、と経産省との連,連携、NEDO とかですね、その中小機構、またその,その他の,、えー、とその政府機関との、えー、JETRO とか、ね、JICA との、えー、と連携が多かったんですね。まあ、そのタイののの産業のあの発展のために いろいろ力を入れてきたんですけれども、でもその後にはです、ね、まあ、その自治体、日本の地方自治体との連携も強化してきました。2011年に、ですねもう皆様もえと覚えてらっしゃると思いますけれども、日本ではですねそのにあの日本大震災が起きまして、でタイはですねその大洪水が起きてました。 当時はですね、まあ、お互いに、えーとそのまあ、あの自然災害にあの見舞われてて、なので、破壊的な、えー、と変化がです、ね、そのサプライチェーンで起きました。なので、当時、自分がです、ね、松島さんといろいろ相談しましたと。当時はですね、松島さんは、えー、と経産省に所属していました。 あのシスあのシステムクラスターという形でですねえー、と連携のあの形態をあの気づきましたがでそのまあ再開によってですねそのサプライチェーンが立ったらですねそのタイもあの支援できるとでそれ以降ですねまあそのにあの日本の地方自治体との,、えー、の連携もあの許可されました、えー、日本の各県にはですねまあそのまあさまざまな、えー、産業が集積していました例えば福岡には まあこういった産業が集積している福井県にはまた違う産業が、えー、集積していると。なのでそれに基づいてですね、えー、地域にあの沿った地域の特徴に沿った連携を進めてきました。それはあの特にですね福岡さんにあの大変お世話になっております。えー、その最初に、えー、こういったその連携をですねその力入れてくれたのはですね福岡県があのはあの最初だったんですよ。で当時はですね。 あのまあ、覚書交わすこともなくて、あの直接、ですねそのタイの事業者をですね企業をえっと日本にえっと連れていってです、ね、いろいろその連携を発展、あの開発してきました、福岡が初でした、でそれからですね、えー、現在21件、21県、21の地方自治体と連携をあのしております、現在に至ってはですね。 われわれねそう,そういった、えー、と事業、そういった、えー、と取り組みをです、ね、展開してきました。で、その中で,です、ねえーと、このお互いの、えー、取り組みというのはです、ねえー、日本の、えーとまあ、優秀な、えー、と技術。 技術を有しているその企業ですね、やはりその日本にもです、ね、いろんな、えー、と課題もありまして、まあ、高齢化社会とかです、ね、また海外進出したい、えー、希望している方もいるんですけれども、でそういったあのことを実現するためにはです、ねまああの、2国間の、えー、と政府があの支援すればです、ねあの、企業さんもです、ねえーまあ、あの安心してあの進出することができるんです。例えば今日、まあ、本日本ですね えーまあ、あの素晴らしい技術を有している、えー、企業日本の企業もあのいましてですねあのあの太陽光とかですね えーと木材、またその、えー、とスタートアップとかですね、そのえー、とタンパク質の,その生成の技術を持っている、えー、と企業の,あの日本企業にもです、ね、来ていただいておりますので、この、えー、と時期をこの,あのセミナーをきっかけにですねあのタ,イのタイと日本の,、えーまあ、あの連携がですねそのさらに深まっていくことをあの期待しております。例えばその CC オートパーツがですね今その大きな役割を果たしているんですけれども。あの 彼らの、えーとまあ、努力で,です、ね、あの皆様の、えー、と連携が、えー、深ままることをいあのあの、えー、期待しておりますで皆さんに日あの,今日あの本日に来ていただいているんですけれども、あの両国の,、えーとそのまあ、発展にです、ね、あの寄与できることをあの期待しております。 でまた、その事例とかもですね今日いろんな話もあるんですけれども、まあえー、とタイに支出する場合はです、ね、で、えー、あのー、まあ専門家も仲裁、えー、して、まあ、3名ですね、仲、え、裁、ー、日本の方が仲裁、ね、しておりますので、何かありましたらですね、えー、とご連絡ください。特に本日はですね井上さん、えーと、中小機構からその出向されている井上さんがですね、えー、とたくさん、えー、と力を入れておりますしまた、松島さんもですね、えー、もう あの最初からですね、そのお互いフォーラムの立ち上げにですね、あの深く関わっている方ですので、まあ最後にですね、あの増島さんの言葉があるかと思います。なので、あの関係者の皆様にですね、その感謝申し上げます。もし何かえっ、ー、とまあ対に関するえっ、ー、とご関心がございましたらですね、その厚生省のジャパンデスクまでご連絡ください。よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。はい。 朝子副副長、ご挨拶ありがとうございました。それではこれより本編に入ります。本日は、タイ企業2社、日本企業4社のプレゼンテーションを皆様にお聞きいただきます。まず、プレゼンテーションに入る前に、タイ一の産業振興協会、メディカルパーツエクイプメントクラスターのダイレクターであるラドワン・チョッチョイ氏様より、日本企業へのニーズ概要についてご説明をいただきます。それではよろしくお願いいたします。 皆さんこんこにちはラダワンチョチョイと申しますタイサプコンの、まあ、医療機器クラスターのダイレクターです。また CC オートパーツのマネージングディレクターを務めております。本日、タイサプコン協会をあのご紹介したいと思います。もう すでにですねご存知の方はいらっしゃると思いますけれども改めてですね紹介させていただきます。まあ大佐コンはですね1999年に設立されました。最初は自動車部品をまた電子部品を清掃しているその会社の方々がですねあの最初はまあ十社もあの見たない。 その方々が集まってですね、設立された協会なんです。また、産業振興局の方からですねまた政府機関の方からですねあの特に産業連携促進ユニットそれから BOI から力頂い,いてあの現在ですね海外に 行くことはできないんだけれども、以前はですね。ビジネスマッシン商談会をですね。海外で開催したり、タイで開催したりさせていただきました。まあ、日本からのあの企業者さんもですね。あのタイにいらっしゃって、あのまあ商談会をですね。開催することもしていました。まあ、商談した後にですね。売買が契約。 が、まだ結べなくても、あのコネクションがですね。あの優れてその後にですね。発展することも期待できます。でも、メインの目的はですね。売買またはまあ制約がですね。あの目的となります。対面はですね。様々な産業がありますけれども、まだまだですね。そういうあの団体として集まることはなかったです。 だから、どこから、まあ、こういう部品が欲しいんだけれども、どこから探せばいいのか、その商社を通さなくて、自分で探したい場合、どこにいたらいいか分からなかったんですね。なので、この協会を設立することによって、まあ、タイにあるその製造業者が集まって、そういう情報をです、ね、あの提供したりしています。最近ですねあの 会員の,その企業数がです、ね、とてもです、ね、多くなっていて、さまざまな売買活動が行われています。特別にです、ね、その原材料の,その購入することもできますし、いろんなその購買活動が発生しています。現在、会員の企業数が300社ぐらいです。この300社をグルーピングすると、まずはですね、 結構部品製造業者ですなので、マッチニングのお酒のをしたりですねしてる業者となります。2つ目はゴム、樹脂、ポリマー、部品を製造している業者です。3番目がです、ね、あの電子、部品、4つ目がロジスティックス、梱包、こういう4グループに分けています。まあ、政府の政策腕 S まあ、新 S カーブというです、ね、あの政策がありまして、だからもともとの4グループからです、ね、現在の会員がです、ね、どういう部品を作っていて、あのどういうものをです、ね、扱っているか、まあ、その詳細を見たらです、ね、こちらの,あの新 S カーブに当てはめました。なので、そのロボット関係、デジタル、航空、ロジスティックス。 また国防のそのまあ業者もですねあの東京会に所属しています。また自動車部品のそのまあ新世代のそういうあの部品をですね作っているその会社も所属しています。また環境に関するですねあの事業をしているその会社もあのメンバーとなっています。対策国のミッションです。 まあ会員でで,すねできるだけメリットをあの与えることが目的なんだけれども、この5つのクラスターを中心に、売買、またはその活動を促しています。まずですね支援しているのが自動化、また部品製造産業です。つ目が 航空ロジスティックス、三番目が国防産業、四つ目が。あの鉄道産業、五つ目が、まあ医療機器の産業です。それではですね、あのまあ。医療機器に関して、お話ししたいと思います。医療機器クラスターの中にはですね、会員企業数が、あの。百社ぐらいあります。百社のうち、あの六十ぐらいがですね、中小企業。となります。 また、そのうち、まあ、20社がです、ね、医療機器をです、ねあのまあ、商用化できるようになっています。こちらがその会社のリストとなります。この20社はですね、もともとメインの,あの医療機器とはです、ね、全く関係ない事業はすでにやっているんだけれども、 例えばま自動車の部品を清掃して供給したりあのしてるんですが、政府がです、ね、あの医療機器、産業にまあ支援し始めてからです、ね、こういう会社がトランスフォームして、まあ、医療機器をです、ね、その部品だとか製品をです、ね、作るようになりました。まあ、例を挙げてみますと まあ現在ですね、商用化あのできたまあその会社の事例をですね、挙けます。まず、SP メタルパーツです。SP メタルパーツは、もともと鉄鋼部品、自動車用の鉄鋼部品をですね、清掃してた会社です。で、政府の方はですね、医療機器の支援をし始めてたら、こちらの,あの病院用の,そのベッド、 を作ることにしました。電動もありますし、まあ手動のそのベッドもあります。いろんなですねバリエーション豊富で展開しています。ここからいただいているのはですねその手動のそのベッドなんだけれども、産業振興局から支援いただいてですね、まあ有識者まあ専門家。 がですね、入ってきていろいろ研修、トレーニングをです、ね、してくれたから、よりです、ね、モダン化あのすることをです、ね、手がけました。左側がです、ね、あの進化したあのものとなります。こちらは自宅用です。杉エンジニアリングプラスティック会社です。射出成型会社ですね。現在生産しているのが 点滴のキャップだとか、その部品を作っています。そして、ZIAM ツールエンジニアリング会社、トレーニングキットを、まあ、AED トレーニングキットをですね、清掃しています。電車だとかデパートだとか、AED 機器がですねあの、必ず設置してあります。ただし、 使い方だとかですね、教えてくれるそういうキットがないんですね。見ても使い方が分からなかったら意味がないので、サイアムツールエンジニアリングがですね、大学、まあンバ大学と協力して、このトレーニングキットをあの開発しました、まあ。購入してですね、学校で使うこともできますし、 政府機関、または民間のそういう会社だとか事務所を使うことができます。このトレーニングキットの中にはですね、このマネキンとかもついていますし、いろんな機器とかもつ、ね、いてきてます。まあ、従業員に対して、学生に対して、または、興味の持っている方に対してです、ね、AED が使えるようにです、ね、こういうトレーニングキットがあの活用できます。次、SK ポリマー会社です。もともとゴムの製品を作っていました。 供給先がですね、まあ、自動車メーカーだったんだけれども、現在ですね、あのストッパー、点滴セットのストッパーはですね、またオーディングだとか、ですね、そしてあのワ,クチンバイワクチンバイアルのゴム栓とかもですね、あの作っています。コロナ禍ではですね、もうあの生産が追いつかないくらいですね、大変あの受注をいただいております。 あの製薬会社にもですね供給しているそうです。こちら CC オートパーツ会社です。弊社はですねもともと部品清掃会社でありまして、現在、ですねあの清掃ラインを一部ですねあの医療機器に当てました。なので、生産しているのはですねあの車、椅子そして、 あの手動、電動、病院用のベッドも作っていますし、そしてあの歩行トレーニングの,その,あの椅子とかも作っています。日系企業の方からですね、まあ、歩行器のアイディアがあるんだけれども、タイで,です、ね、生産できる会社はないかというお声をです、ね、いただいたので、 生産することになりました。生産してですね、日本に輸出して販売していただいています。で左側かですね、唾液、あまあ、新製品ですけれども、コロナ用の唾液吸引器となります。まあ、部品清掃するだけではなくて、弊社はですね、あの、廃車用の まあそういうこういう機器とかもですねあの作っております。かなりパワフルです。会社がですねあのお仕事をしている時にはですねかなりあの大気がですねあの飛んでいます。だから皆さんをですねのためにまあそういうあのいろいろですね感染防止するためにですねこういう機器をですね作らせていただきました。バンコクともですねこちらを使っています。 AI ファウンドリーマニファクチューリング社です。こちらはですね、陰圧ケアリングベッド。まあ、今、コロナの,あの時期でよく使われています。そのケアリング、陰圧ケアリングの方はですね、あの車椅子バージョンもあります。かなりですね、あの市場のニーズが高まっていて、なので、のこの会社はですね、あのまあ 商品開発してですね、供給することがですね、あのできました。メアナムメカニカ会社です。対策コンとあの共同でですね、PAPR セットをですね、生産しています。こちらもですね、あのコロナ対策となっております。本日もですね、あのメアナムメカニカのあの方があのプレゼンしてくれます。こちら東京会の活動アクティビティですね、ブース出展。そしてオンライン商談会も行っております。普段はですね。 まあ、バイヤーだとか顧客がですねフェイス・トゥ・フェイス対面でですね話し合いはあのしてましたけれども、コロナの影響でですねあの対面することが難しいから、ですねオンライン商談会を行うことになりました。まあ、タイとあの日系、日本企業のマッチング、そしてブース出店で、東北部でですね物を販売をしているあの写真ですすイベントの中にはですねあの商談も行ったりしています。 当協会はです、ね、最初、まあ部品、自動車部品清掃会社が集まってですねあの作られた協会なんだけれども、まあ、長年、ですね、まあ、30年以上そういう経験を持っておりますので、現在は自動車部品だけではなくて、まあ、医療機器の部品もですねあの清掃できるとあの自信を持っております。なので、現在、ですね一部の,その企業はですね、 自動車部品だけではなくて、医療機器の部品とかもですね、あの清掃していて、あの販売、事業をしております。なので、あのこれからもですね、対策本のこと、またあの兵器買いにですね、興味ありましたら、ですね、こちらにあの連絡して申し込むことが可能です。もうあの300社ぐらいの会員がですね、あのおりまして、海外とのオンラインビ,スビジネスマッチングの活動とかもやっています。 興味がありましたら、ね、ご連絡くださいありがとうございましたよろしくお願いいたしますはい。ラドワン様どうもありがとうございましたこっまかはい。ただいまの説明でタイサブコン協会から日本 QA のニーズよくわかったと思いますこの次は大企業にプレゼンテーションをしていただきます本日プレゼンテーションをいただく大企業は 先ほどタイサブコン協会からご紹介のあった2社になります。1社目は SP メタルパーツ、ジェネラルマネージャーのサムラン・カチャマス様より、日本向け介護用ベッドについてご説明をいただきます。よろしくお願いいたします。皆様え、こんにちは。 ご来賓の皆様、えー、タイ公共省産業振興局副局長、また皆様、えー、こんにちは、えー。本日ですね、我々えっ、ー、と SP メタルパーツっていう会社なんですけれども、こちらがですね、その、まあ、工場の正面の写真です。サムプラカン県に位置しております。まあ、ここから、この会場からですね、そんなに遠くないところにあります。 でちょっとあの、まあ、事業の紹介する前にですね、まあ、本日ご紹介したい内容としてはですね、まあ、あの SP メタル当社が、えー、医療機器にどうしてなぜ医療機器製造に事業を展開したのかまた皆様に、まあ、日本の皆様にですねあの期待することは何か。 それについてですねお話をしますけれどもその前にですねまずはえ簡単に当社についてあのご紹介いたしますまあ当社はですね SP メタルパーツという会社で2000あ1975年に設立されましてもうあの40年ほどなりました、えー、資本金がですね1000万バーツ当時、えー、と1975年当時なんですけれどもまあ現在ですとですね まあ、大体、えー、3000万ぐらいあの資本金が必要ですね。あの現在、えーと、何か事業を立ち上げようと思ったら。で、現在ですね、えー、と従業員数が、えー、350名います、えー。我々の事業内容はですね、まあえーと、金属部品を作っております、スタンピング部品です。あ失礼いたします。失礼ちょっと で我々の、えーとまあ、背景なんですけれども、まあ、1975年に、えー、設立されまして、サブプラ県に位置してまして、えー、と敷地の、えー、面積がです、ね、1万4400平米、えー。我々の事業内容はです、ね、あの自動車部品の製造。 えー、主な、えー、とお客さんはです、ねそのまあ、ニッサン・モーターズ、えー、NHK スプリング、それから、えー、と三菱モーターズもわれわれの顧客です。で、その他にですねそに家電の部品もあの作っておりまして、えーまあ、2016年にです、ねえー、医療機器の分野に、えー、と進出しました。 これ,らこれがえとまあ我々の背景の,そのまあえと流れになりますけれども1975年に設立されたその当時はですねまあ家電の部品を作ってました日立とか三菱とか山陽さんとかにですね供給していましたその後1990年代にですねそのまあ自動車 産業が盛んになって自動車部品も作り始めました。それから2016年にですねまたタイタイサブコンの、えー、と支援でですねいろいろそのマッチングの、えー、とイベントに参加したりまたはその日本に行ってですね、えー、とマッチングイベントにあの参加してまたその日本からの、えー、とニーズあの受けてですね、えー、ベッドのフレームをの,あの製造を作ってですね えと日本に輸出するようになりましたと、現在も輸出してます。まあえー、と年間、えー、と400、500セットくらいですね。あそれはその、まあ、病院用の,あのベッドになりますけれども、まあ、その後2019年に、えーまあ、先ほどですね、そのまあ、政府の,あの政策でですねあの S カーブ産業の一つとして、 まあ、医療機器3業ですので我々もですね、まあ、医療機器の、えー、と設計製造も始めましたそれは、えーまあえー、と病院とホームケア用のベッド、まあ、自社で設計しておりますこちらについてはですね、まあ、あの当社が、えー、と取得している認証関係です、まあ、自動車関係であれば まあ、IATF16949 が必要ですね。また ISO9001 と14001が必要ですけれども、医療機器については、えー、13485の ISO が必要です。もう取得済みです。まあ、我々はです、ねそのまあ、国際規格,規格に沿ってですね、えーとまあ、製造しているんですけれども、 えーえー、とその、えー、IEC 規格、あのー、に適合しないといけないですねそのベッド、医療機器の、えー、とベッドを作るためには、なので、なのでえー、と医療機器にあの進出する皆様は、ですねまず、えー、ISO13485 が必要です。 でこちらはそのまあ自動車部品関係なんですけれども大きくえと7つに分かれていますがちょっと省略させていただきます。えー、まああの具体的なえと部品のえとストライドになりますけれども、えー、ま我々その対コンにあの加盟しているんですけれども、まあ、えと自動車部品というのはですね金属部品だけではなくてなので我々はですねあの会員企業と あの連携してですねゴム製品のえと企業と連携してお互いに協力し合ってこういったその部品をですね作っております、もともとはですねその金属あの鉄板をですねそうスタンピングしてえと金属部品しかあの作らなかったんですね。 でも、まあ、その後にあすね、まあ、その進化して、えー、とそのなんかボディパーツ、です大きなパーツもあの作るようになったりしましたと。それからですねこちらもまたもう一つの,その製品なんですけれども、右の方はですねその日本に輸出しているベッドです。こういったそのあのですか構造です、ね、そのベッドの構造、ベッドのえっとフレームを作っ,作っております。で、その樹脂部品に関しましては、ですね日本から調達している部品もあります。 まあ、場合によってはですすね台湾から調達することもありますそれで,です、ねまあ、医療機器は、当社の医療機器事業については、ですね、まあ、皆さん、ちょっと疑問に思っていらっしゃる、えー、と方もいるかもしれないですけれども、なぜ当社が、えー、と医療機器を作るようになったかのか、まあ、一つの理由として、まあ、皆様もご存知だと思いますけれども、えー、とタイもですね高齢化が進み、えー、高齢化社会に入りつつあります。 二つ目の理由として、えー、先ほど冒頭であの説明があったようにですね医療機器産業、医療機器製造は大、えー、国の,タイ国のえ開発戦略の一つです、エスカーブ産業の一つです。で、えー、とけこの分野はですね継続的に成長する傾向があります。毎年成長してます。三つ目の理由として現在、タイにはですね医療機器メーカーがえー少なくてですね まあ最新のデータではですね、えっ、ー、と現在595社しかないです。かなり少ないと思います。一方、えっ、ー、と自動車部品はですね、3,000社以上、2,000、3,000社以上あのー、あるのにもかかわらず、えー、医療機器メーカーはこれしかないです。で、でもあの一方ですね、そのえっ、ー、とニーズがですね、その上昇しているから、だから我々もえっ、ー、と医療機器にあの進出することにしました。で、こちらはその参考資料なんですけれども。 こちらはですね国連の、あのーまあ、定義になりますけれども、まああのー、国連の定義によりますと、ですねあの社会の高齢化は3段階に分かれています。まあ、タイはですね1つ目の段階にあるんですけれども、高齢化社会ですあの。ちょっと説明しますけれども、3段階というのは、ですね、まあ、1つ目はです高齢化社会、2つ目はですね高齢社会、完全にまあ高,齢していると高齢化していると、で3つ目はですね超,あの超高齢社会。 であのー、この、えー、と定期としては、ですねその総人口に対して、えー、と65歳以上の高齢者人口が20%を超えた社会となっています。要は、えー、と高齢化率が、えー、と20%をこあの超えていると,るとで。タイはですね現在、えーと、一番の高齢者社会に入りつつあります。こちらはですねその、えー、と昨年度の、えーまあ、データなんですけれども、高齢者人口がです、ね、1000万人ほどいます。 比率で言いますと、まあ、割合で言うと,、えー、と17%くらいです。つまり高齢化率が17%ほどありますで。ちょっと右のグラフを見てください。青の棒グラフはですね男性、あの赤の棒グラフは女性になってます。今後は,今後はですね、まあ、真ん中がです、ね、結構膨らんでるんじゃないですか。でもあの下はですねちょっと細くなってきます。 細くなってきてきますだから数年後にはですね、完全に高齢社会になると思います。そのためですね、これが、えー、と大きな理由です。これがあの大きな理由ですね、我々が、えー、医療機器産業にあの進出した大きな理由となってます。で、続きましてですね、まあえー、と現在9あ、9あ5五社、595社。 のうち、えー、と約9割がです、ね、中小企業大手は、えー、3.5%しかないんですかなり小さいですね割合としてはただし、まあ、その売上の上っの割合なんですけれども、まああのーまあ、大体、えーとえーなまあ、71%はです、ね、その大手の売上、上、うん大手 が、えー、と占めているんですけれども、まあ、3.5%で、えー、と71%を占めているんですね、あの売上それも一つの理由ですね。こちらはですねその医療機器の輸出入の推移ですけれども、単位が100万バーツとなっています、えーまあえーと。図13を見ていただくと。 こちらはですね、えー、種類別になっているんです。あのー、使い方の種類、えー。まあ、医療機器の、えっ、ー、と、用途の、えっ、ー、と、まあ、種類で、あの。わか、分けていますけれども、まあ、一つ目はですね、単回使用。要はマスクとかですね、えー、グローブとか、トイ袋とか。または、その、まあ、えっ、ー、と、備品とかですね。 要は、えー、と使い捨てのものを示し、あのー、指しています。実はですね、そのタイにはです、ねあのー、こういった、えー、と使い捨てのものを作っているメーカーは結構多いですでも。一方、真ん中の種類ですね、こちらはですね、ハードウェア、病院向けのハードウェアの医療機器になります。これら、あのー、こういったこの種類の医療機器はですね、約4割がです、ね、輸入なんですよ。あのー、全体の輸入 輸入全体の4割を占めてます。まあ、ベッド、えー、車椅子とか、そういったその設備機器をですね、4割ほど、えー、輸入しています。年間3000万バーツくらい、えー、輸入してるんです。まあ、金額で言いますと、そんなにあの高くないかもしれませんが。 したがってあの当社の目的なんですけれども、われわれはです、ね、その医療機器メーカーになりたいと思ってます。われわれがあの注,目あのあの注力をしているのは、ですね、えーまあ、あの耐久性医療機器、要はその、まあ、病院用あの設備機器、まあ、低リスク、えー、非侵襲医療機器になりますけれども、われわれはもともとはあの自動車部品。 えー、を作ってたので、まあそれに基づいてですね、えー、まあその医療機器を作ってます。で、それからですね、そのまあ医療機器のあの産業に支出する際のえっ、ー、と課題課題についてはですね、まあ我々そのまあタイにおいてはですね、その研究開発の情報が非常に少ないです。まあ大体大学えっ、ー、と大学のあの医学部にあのまあそういうのがあるんですけれども、まあ大体我々はですね、アクセスできていないんです。 でそれが一つ、もう一つの課題は、ですね、まあ、そのタイ,イ FDA の認可ですね、もちろん、えー、と作るのに、ですねその FDA の番号が必要です、えーと。それを取得するのにですねかなり大変です。一方、CE マーク、まあ、海外であの販売されているもの、うん、CE マークがあるものは、ですねタイに輸入する場合はです、ね、ですごく、えー、と簡単に認められるんですよ。 でも、われわれはです、ね、そういったものがなくてあのタイの FDA をですね、取得しなきゃいけないんです。それが手続きがすごく難しいです。で、最後の、えー、と課題として、われわれはです、ね、その自動車部品あのだ,ったんですだ,だったんですので、だから、まあ、医療機器を作,る作ろうと思った時にですね、サプライチェーンが不足しているんです。あのこれからはです、ね、もっともっとたくさん、えー、とサプライチェーン、医療機器のサプライチェーンが、えー、と欲しいです。 それに従って、すね、我々の期待、まあ、あの日,本日本企業の皆様にです、ね、期待していることとして、まあ、皆様にあの、まあ、関わっていただきたいと思っています。 対策、まあ、ンがです、ねそのまあ、中間に立ってです、ねまあ、皆さんにあの支援したいと思っています。まあ、皆さんにあの入っていただいて、えー、とタイで作ってです、ね、その販売することでもいいんですしそれはわれわれとしても対策ンとしても支援します。もう一つはソ、ね、ーシングの支援特に日本製のものなぜ日本製じゃないといけないかというと、あのーまあ、日本製というのはです、ね、あの高品質であの信頼性が高いです。 要はその高齢化社会の,その経験が長いため、えーまあ、そういった、えー、とその部品の,そのソーシングはですね、あのまあえー、か,かなりその頼りにしています。 で現在、我々が作っているあの調達している、えー、と部品なんですけれども、今現在、あの台湾とか台湾製が多いですね、まあ、品質はちょっと正直、ちょっとイマイチなんですけれども、だからあの皆様が、まあ、こういった、えー、とものをですねあのもし作っているんであればです、ね、であの我々にぜひ、えー、供給していただいて、将来的にいい製品をです、ね、作っていきたいと思ってます。ままとめになりますけれども まあ先ほどあの冒頭であの説明したように、ですねあの現在、タイの、タイ国の開発戦略の一つですから、成長するあの可能性が高いです。また、現在、ですねそのまあコロナ禍もありまして、ああ高齢化社会のこともありますから、医療機器が大変不足してるんです、メーカーが少ないから、なので、今後、ですねもし需要が高まってきたら、ですねあの対応できないかもしれない。 長期になりますからな,な,なので皆さんにちょっとお誘いしたいと思います皆さん是非支出タイに支出していただきたいと思いますたくさん、えー、これからですねタイにおいてはですねこの分野の,その成長は見込めると思いますタイだけじゃなくてアセア全体で、えーとまあ、成長が見込めるので、まあ、皆さんもですね あの日本の皆さん、えっ、ー、と寄与大変あのこの分野のその発展成長にですね寄与できると思います。タイだけじゃなくて、えー、アセアン全体でのあの成長の発展に寄与していただければと思います。以上です。ありがとうございました。はい。ミッタサムラン様どうもありがとうございました。S.P. メサル社の高い技術そしてタイ市場での医療機器のニーズ、日本企業への。 まあ要求というか要望というところについてよく知ることができましたありがとうございました2社目はメナム,メ,ナムメカニカアイリーン・ラスン・トリアエクスポートセールスマネージャーより電動ファン付き呼吸保護具の PAPR をご紹介いただきますアイリーン様よろしくお願いいたします皆様こんにちは お互いフォーラムの皆さん、対策コンの皆さん、ラダワン・ショー・チョイさん、そして対策コン協会の会員の皆さん、そして日本企業の皆さん、またご来賓の皆さん、私、まあ、本日のセミナーに参加する機会をいただき、大変光栄に思います。まず、 会社の紹介させていただきたいと思います。メイナムステンレスとメイナムベカニカ、まあメナムグループのあの会社をですねご紹介いたします。まずメイナムステンレスをご紹介いたします。弊社はですね100%まああのタイ人が経営している。 会社です冷感、まあ、そのワイヤーの冷感引き抜きですね、あの年間ですね、1万2000トンというあの清掃能力を持っております。そしてですね、あの工場の面積が5万2800平方メーターです。で、今年ですね、SME エクセレンツアウートという表彰をいただきました。 2021年度のその表彰となります。まあ、こちらがですね弊社の社長です。こちらがあの弊社の製品です。新鮮、溶接ワイヤー、また、他の産業に使われるワイヤー、異形材、そしてあのいろんなですね、あの まあ材料を使っておりますステンレスをですね主に扱っておりますので、現在、ですね新製品を開発しました。こちらがですねステンレスグレーティングで、あのまあ、ただ装飾だけではなくて、高齢化社会にもですね適用できます。お手洗いの中にはですね段差があ,のある、お手洗いはあると思います。なので、その段差をなくすためにですねこちらの製品を使います。まあ、このようににですね雪床に 敷いてですね、濡れるところと濡れないところを分けてですね、あのこういうふうにですね、適用できます。日本ではですね、既にこのステンレスグレーティングを使用されているんだけれども、まあ、普通の自宅だとかホテルとかにはですね、使われているんですが。 メンナムはですね自分でですねあのステンレス材を扱っていてですね自分で作ることができるのでコストをですねちゃんと抑えられます。そして自動走行もですねやっております、まあ。スマートウェアハウスですね。メンナムメカニカという、まあ、あの関連会社がです、ね、設計、設置してくれています。でですすねね弊社の倉庫にはです、ね あちこちこ散らばっています保管がですねまた整理ができてなかったんだけれども、イノベーションをあの導入することによって、スマートウェアハウスを導入することによって、このようにですね変わりました。縦構造を使って、7階のビルと同じ高さくらい、そういうあの設備を設置して保管をしています。こちらのススマートウウェアハウスは メーナーメカニカです、まあ。関連会社に設計、そして設置してもらっています。そして弊社では、ですねインハウスのラボを持っていて、品質認証とかもですね提供できます。ISO9001、IATF16949、ISO14001、ビューローバリタスだとか、ですねあのフランスのその認証もいただいております。 また AS9001 ああ航空機に関する認証もいただいております。続きましては、メーナンメカニカという会社についてご紹介しますま。先ほどですねご覧のとおり、自動走行をあの現在導入していて、その自動走行をですね設計、またはあの構築しているのは、このメーナンメカニカなんです。 顧客のニーズに応じて、ですねあの設計して、アドバイスして、そしてシステムインテグレーティング、設置、建設もしております。この分野のその経験はですね21年以上です。まあ、パレットタイプ、パレットスタイルで,ですねものを保管します。 あこちらがまあ弊社の,あのインテグレーションシステムの画像ですね。1人だけでもう 3000SKU をです、ね、取り扱っている倉庫がです、ね、1人でもうちゃんとです、ね、運営することができるようになります。管理運営とかもです、ね、かなり効率的,効率的です。 プロジェクトの,、まああの、今までのそのプロジェクトの参考です。フレイサープロパティさん、タイ中央銀行さんにもですね、物を納めています。まあ、お金をですね、保管している。そうです。USHA ですねあの、アルミネムチーズ、アルミネムチーズをですね、扱っている大手会社です。ブンラー・ビブリ、タイ航空会社もあの弊社の顧客です。 ダイオンコーポレーション、そして、まあ、その他ですね。そしてタイの郵便局もですね、あの弊社の,その自動走行を使っています。まあ、こちらがですね弊社の顧客です。また、マイナンステインレスもですね、あの関連会社もですね弊社の製品を使っています。次、医療機器に関する話なんだけれども、どうして医療機器をですねあの清掃することになったかというと、 まあ、コロナウイルスの拡大があったからです。失礼いたします。二千十九年にですね、コロナコロナの。あの感染が拡大していて、対策婚。はですね。いろんな病院から連絡をいただいて、P. A. P. R. 救ってほしいという依頼を受けました。まあ、この。 あ今見せ、お見せしている、ね、PAPR セットなんだけれども、医療従事者のためにです、ね、こういうものが必要だと言われています。なので、対策本拠会と協力して、この医療機器、PAPR を開発することにしました。 まあ、この PAPR セットなんですけれども、モーターがついています、そして空気をですねあの蒸気する、浄化する、まあ、きれいにするです、ね、機械となります。こちらは、ですねあの,他の民間企業からもご協力いただいてですね開発をしました。まあ、成功してですね あのお医者さんだとかそういう医療従事者にもですね渡して使っていただくことができましたまあ、こちらのマネキンをですねあのご覧ください小さなモーターファンがついていますそのユニットの中にですねフィルターが入っていますどういう動きかというとですね外から空気を吸い込みますまあ まあ空気がです、ね、あの身の回りにあるんだけれども、吸い込んできてフィルターを通して空気をきれいにします。もうこのモーターはです、ね、サイズが小さいんだけれども、ちゃんとです、ね、空気をきれいにしていて、フードに送り込みます。なので、あのフードの中に流れ込んでいるその空気がきれいで、まあ、ヘッパフーッパフィルターを使っているので、 あのコロナウイルスだとか他のウイルスとかもですね、あのフードの中に入ることはできません。まあお医者さんもですね、手術してるとき、まあコロナ禍ですね、吐いている空気をですね吸い込む恐れもなくなっています。少しですね後ろをお見せします。 まあこの機械はですね、結構いろんな開発をしてきました。最初の第一モデルはですね、あの左上の方です。まあ、フット自体かですね、あのビニール材を使って洗うことができないんだけれども。 現在はポトレスという、まあ、その材料を使ってですね、ちゃんとあの清掃してですね使い回しができます。第二モデルに関してはですね、パワーバンクを使っていたんだけれども、そういうバッテリーがですね、その時あのまだまだですねい、入れることはできなかったんだけれども、まあ、パワーバンクを使ってですね、 でも、まあ、第3モデルに関しては、ですねちゃんとバッテリー入れることにしました。そこで、まあ、充電したら、ですねあの、まあ、6から8時間継続的にあの使用することができます。まあ現在ですね、6から8時間は足りないから、ですねよりそのバッテリーの持続時間をですね、まあ、8時間から10時間、まあ、持つように、ですね現在第4モデルを開発しています。 ちゃんとですね大きな手術ができるようにですねしたいと思います。まあ、タイサブコン協会はですね、現在、まあ、タイの企業はですね、そういうあの、まあ、病院とですね一緒にコラボをすることができるとあの思っているので、まあ、こういうふうにですね、PAPR の あのセットをです、ね、いろんなところであの生産することになって、まあ、あの病院だとかです、ね、医療従事者にあの寄付しました。ラプラシャーヌーコサイダー1030セットそして、ま、あのワシラパヤバン病院。 470セット、そしてですね、あのまあ、タイ国家研究評議会にもですね、あの数千セットをですねあの、うん、寄付しています。そこであの、まあ、分配、まあ、全国的にですね分配されて、今使っていただいています。こちらの PAPR はですね、国内のいろんな機関がですね協力し合って開発したものとなります。また、対策サコンのお力もですね、 そして、大国が研究表記会からもです、ね、お力い,いただいて、成功して生産することができました。メナン・ミカニカ弊社は、まあ、将来的に、まあ、タイと日本の連携があのできればです、ね、あのいいなと思っておりまして、現在、この PAPR はです、ね、タイ国内の協力のみで生産してるんだけれども、もし今後、 日本からですね、ご協力いただくことができたら、まあ、日本はですね、医療機器に関して、経験も豊富ですし、知識も豊富なので、もっともっと成功するんじゃないかと思っています。だから、そうあの力だとかですね、協力いただければ、なので、まあ、一緒に、まあ、協業だとかですね、協力したい企業がいらっしゃれば、ですね、かなり弊社はオープンなので、ご連絡ください。 まあ、投資という形でもまたは意見交換でも大丈夫ですまた他にですね PAPR について詳細が欲しければ対策根協会にご連絡くださいまたは直接ですね弊社に連絡いただければと思います本日ありがとうございました メナムメカニカのアイリン様、メナム社の幅広い事業内容とコロナ禍のニーズにおいて開発した PAPR についてご説明いただきありがとうございました。本日、プレゼンテーションをいただいた2社にご興味がある方は、セミナー事務局の方にお問い合わせいただければおつなぎすることが可能です。ここで一旦休憩に入ります。お手も えっと、2時45分より開始後半の開始をいたします。後半は日本企業4社からプレ,プレゼンテーションをいただく予定になっております。それではあのこちら休憩入ります。よろしくお願いします。 後半は、日本企業4社から、タイ側に向けてプレゼンテーションをいただきます。本日は、タイ政府の掲げる BCG 経済モデル政策に対して、高い技術を持った日本企業にご登壇をいただく予定になっております。また、タイ進出やタイでの販路拡大に向けて、タイ側パートナーを探している企業さんもいらっしゃいます。1社目は、福岡県より、自然電力株式会社、バンコク駐在事務所長の 牛久保玲様より太陽光システムによる再生エネルギーの展望についてお話をいただきます。牛久保様、ご登壇ください。 こんにちは、あの自然電力の牛久保と申します。えっと、この度はこのような貴重な機会をいただきまして。あの、この場を借りて、イベントの、あの設営された方々、また、ご参加いた,いただいた方々に御礼申し上げます。どうもよろしくお願いいたします。えっと、まず初めに自然電力の、あのご紹介をさせていただきます。 原電力は再生可能エネルギーの専業の会社になります。本社は福岡にありまして、えっとこちらのですね、3名が創業者であり代表取締役です。えー、私たちはですね、2011年に日本の東北で起きた大震災をきっかけに、まあ、その時ですね、あの原発のあのかなり大きな福島の事故がありまして、えー、電力について何かアクションを起こさなければいけないと。 という思いのもとこの3名がですね当時風力の事業会社で働いていてで、えー、とこの3名で創業した会社になっています再生可能エネルギー全般取り組んでいまして太陽光風力小水力バイオマスといった再生可能エネルギーの事業を国内海外と行っております 弊社のパーパスについてご説明させていただきます。通常企業の理念にあたる部分なんですけれども、あえてパーパスということで、私たちはここにあります、We Take Action for the Blue Planet というパーパスを掲げています。これは通常、私たちがですね、事業を行っていく上で100%の自然エネルギーの社会を 仲間と共に競争していきたいとそういう思いで掲げております。えっとこちらが弊社の組織のあのご説明になります。こちらですね。あの自然電力は、えー、こちらの J U W I ユと言いますが、えー、世界トップクラスのドイツの再エネ企業ユイ社とあー2013年に合弁会社を設立してます。 こ由衣社とともにですね、由衣自然電力という EPC と呼ばれる建設を行う会社、また、由衣自然電力オペレーションという運営保守を行う会社が、自然電力グループの中にはあります。由衣自然電力は今、日本の国内で2位の実績を持っており、由衣自然電力オペレーションは、日本国内で3位の規模の会社になっています。 また、私が今所属しているのは、この自然インターナショナルという海外事業の部署になります。この自然インターナショナルの方でですね、昨年、駐在員事務所を設立しまして、バンコクに今、駐在事務所があります。そして、海外のですね東南アジアの事業投資は、この下にあります自然マレーシアの方で事業投資を行っております。 私たちの事業をご説明させていただきます。えー、再エネの,です、ね、あの発電所の、えー、企画、えー、開発、えー、また資金調達を行って、えー、その後ですねあの、建設の方を行います。まあ、通常、こちら EPC と呼ばれる事業になります。また、あの発電所があ建設された後もあのも、稼働後ですね、えー、OM と呼ばれる、えー、運営保守の事業を行っています。 そして日本国内ではあ電気を売る売電事業も行っております。であの下にありますのがあー風力ですとか、あとはあ小水力といったあのビジネスも行っているんですけれども、あの最近ではあの IoT を活用した、えー、デジタルマーケティングの,あの分野にも取り組んでおります。そして、えー、一番右にありますあの ところはですね、えー、と私たちは今後の,あの、えー、長いあの地球のですね未来のために、えー、私たちのバイデン収益の1%をコミュニティに還元するというあのことも行っておりますこちら私たちと共にですね一緒に事業を行うメンバーをクルーと呼んでいるんですけれども。 えー、このクルーがですね、えーまあ、かなり多様な国籍に富んでおります。日系企業だと、まあ、日本人が多いイメージがあるんですけれども、あの弊社は約30カ国ぐらいのですね、あの国々の,あのメンバーと共にあの事業を行っています。右上にあります、えー、と4つの,あのバリューをです、ね、あの大切にしています。あのこちらのバリューは、えー、まず地球を楽しむこと、そしてえ挑戦すること、 えー、信頼を持つこと、そして誠実に動くこと、この4つのバリューで、えー、事業を行っております。次に実績のご紹介をさせていただきます。私たち、今までですね、えー、全部で1000メガワット、1ギガワットの、あのー、事業の開発実績がありません えっと、こちら大体いい、ね、原発約1基分にあのそうする、えー、実績になっています。そのうち7割があ太陽光お、2割が風力、でまあ、その他あがあのこちらにあります、小水力であったり、えっと、バイオマスになっています。こちらにですね、えー、っと日本の地域別の,あの地図があるんですけれども、あのどこかあの場所 がです、ね、あの中心になっているというよりかはあ全国各地にです、ね、あの発電所の事業を設けております。また、えー、右にあります通り、まりタイをはじめです、ね、いろいろなあ海外の国々でも事業の展開をしております。こちらは OM と呼ばれる、えー、運営保守を行っている。あの ご紹介になります。日本の国内で全国約120箇所にあの500メガワットを超えるあの発電所の運営保守を行っております。こちら海外事業なんですけれども、まあ海外事業は先ほどお伝えした通り、えっとこちらですねあの東南アジアを中心にあの事業を展開しています。 2018年に事業を始めておりまして、今、私たちがいます、タイのほかですね、ベトナム、フィリピン、インドネシア、マレーシアと、また地球の裏側のブラジルでも事業を行っています。ベトナムでは大型の風力事業ですとか、太陽光事業を行っているんですけれども、その他の国々は、基本的にはコーポレート PPA と呼ばれる あの太陽光のあの企業とですね直接あの契約を結ぶ太陽光のビジネスを行っております。少し、えー、それぞれの国のご紹介させていただきます。あのこちらベトナムですね。あのベトナムは、えー、先ほどもお伝えした通りあの右側にありますのがあ二十一メガマットの 本前にある風力の事業になります。こちらですね、2020年の2月に稼働開始していて、20年の契約になっています。また左側、はハオガンという南部の場所にですね、こちらも2020年に稼働開始した太陽光になってまして、35メガワットの容量になります。 えー、こちらですね、あの太陽光は、えー、ベトナムではあの南部を中心にあの事業の方があが進めていまして、まあ、今後はベトナムにおいてもあーコーポレート PPA と呼ばれるあの事業にも取り組んでいきたいと思ってます。こちらがですねインドネシアの事業の内容になっています。インドネシアはタイと同じく、えー、屋根置きの太陽光がメインの,あの事業になっておりまして、 えー、ここにある通りですね、あのまあ、かなり一つ一つの,あの事業サイズは小さいんですけれども、あの各工場の屋根の上に、えー、と太陽光を載せる形になっています、えー。このインドネシアでは、ですねあの、いろいろなあの業種の工,場との工場に屋根の,あの設置ができてまして、えーと、こちらにあるのがカルベファルマというあの製薬会社になります。また、 サンプル中湯というですね、あの中央にある、えー、と場所なんですけれども、えー、とこちらは木材の,あの加工の会社になっています。そして、えー、右上にありますのがアグントヨタ、まあ、こちらトヨタ社の、えー、とディーラーです、にあの太陽光の設置をしております。自然電力の今後の、えー、ビジネスの展開についてあのご説明させていただきます。 えー、まず一、まあ、番なんですけれども、まあ、今まで、えー、やってきたあ通りですね、あの太陽光の大型のいわゆるメガソーラーと言われる事業は、えー、継続的に行いたいと思っています。まあ、最近で言うと120メガワットの事業があったりとかあ、今後も日本各地で脱炭素化に向けた事業の展開がありますので、えー、とそちらをしっかりと、えー、取り組んでいきたいと思っています。えー、と2番目にですね、えー、今 まさにこのタイで行っていることなんですけれども、アジアにおけるコーポレート PPA のですねリーディングカンパニーになれるよう、あの日本国内のみならず国、国外の方でも事業の展開をしていきたいと思っています。3つ目に、これ洋上風力の開発になります。今、弊社は日本において約6つのですね、 プロジェクトの,あの事業開発を行っております、まあ、風力になりますとかなりこう先の長いあの話にはなるんですけれども、まあ、2030年をめどに洋上風力の,あの開発を進めていきたいと考えていますそして下のですね4番のところはあの蓄電池を活用したあエナジーマネージメントシステムと呼ばれるものの,です、ね、あの展開を進めていきたいと思っています 最近、タイでもいろいろと、あの、お客様から、あの、ご要望を伺うことが多いんですけれども、あの、蓄電池を入れることによって、あの、再エネの比率っていうのを、あの、上げることができるので、あの、そういった形で、あの、再エネの普及に、あの、寄与していきたいと思ってます。また、最後、えっと、5番目ですね。えー、こちらに関しては、あの、今後、グリーン水素ですとか、グリーンアンモニアといった、 あの新しい、えー、エネルギーの開発にも取り組んでいきたいと思っています。今現在、北海道の苫小牧というエリアで、えー、事業開発の方を行っております。次に,、えー、とタ,イにタイの、えー、事業についてご説明させていただきます。えー、タイのお事業はですね、えーまあ、先ほどから何度も。 あのお伝えしていますが、PPA と呼ばれるパワーパーチャスアグリーメント、日本語で言うと電力供給契約になるんですけれども、えっと、こちらの,です、ね、あのビジネスを行っています、えっと。左側にありますのがあの通常の、えっと、電力の供給の形ですね。通常、えっと、工場は100%の電力をすべ、えー、てあの電力会社さんからあの受け取っています、えー。私たちが、えっと、提供するのは太陽光の電力になりますので、 屋根にですね太陽光を設置してそこから発電される電力を、まあ、全体の一部にはなるんですけれどもあの工場の方に供給させていただく、まあ、かつですねあのここはあ私たちが、えーまあ、初期投資および、まあ、メンテナンスコストもすべて、えー、こちらで持つ形であのご提案をさせていただいていますタイの場合もともとの電力価格が非常に高いので あの太陽光を導入することによって、まあ確実にあの電力の節減にはつながりますので、まあこういったスキームがあのかなりタイの方ではあの多く見られるようにはなっています。こちらがですね、あの太陽光を導入する際、えっと大きく分けて二つありますというご紹介です。 えー、基本的には私たちがご提案しているあの、ご提供しているのは右側にはなるんですけれども、えー、と左側にですね、あの工場があ自社で投資して、えー、行うバージョンというのもあの書いてあります、まあ。これの違いはですね、まずあの初期投資があかなり、えー、かかってしまう左に対して、PPA の方は初期投資が全くかからないというところがあります。 またこの EPC コントラクターですとか OM コントラクターっていうのはあの通常の事業を行っているとなじみがないあの経験がない分野になると思いますので、まあ、私たちずっと専業でやってきていますので、えっと、そこのマネージメントも含めてあのご提供できるというところで、えっと、右の,です、ね、あのスキームをご提案ご提供させていただいてます。 こちらがですね、太陽光の導入をした際にあの得られるメリットについて書いてあります。あの繰り返しにはなるんですけれども、あのタイの場合、まあ、かなりです、ね、電力の削減があのできますので、えー、すぐに、えー、とそこの節減につながるあのスキームになってます。また、あの一番、えー、と右にあります、まあ、ディカーボナイゼーション、脱炭素化ですけれども、 まあ、タイにおいて、えー、のみならずですねあの日本でもかなり脱炭素の動きというのがある中で、えー、こちらを導入することによって、えー、脱炭素 CO2 の削減にあのつながりますあの通常ですね、えー、この太陽光の導入はあ、まあ、導入を決められてから早くて3ヶ月、えーまあ、遅くてもです、ね、10ヶ月以内には あの工事等も完了することができるので、あのかなりすぐあの節減のお節減や CO2 の排出削減につながるというものになっています。こちらはあの、まあ、お手元の,あの資料で、えー、とご興味あれば見ていただけたらなと思うんですけれども、まあ、約です、ね、1メガワットの,あの太陽光を導入したときに、 得られる、えー、とメリットについて書いてて書あります、えー、とこちらですね、あのーまあ、仮にですけれども、まあ、私たちが30%の割引で、えー、とご提供させていただいて、まあ、それを20年間、あのー、ご提案させていただくとなった場合、まず、まあ、1年間の節減コストが144万、えー、バーツになります。 また、20年間通しての節減というのが約3700万バーツということで、かなりの節減が得られることになっています。また、一番下にあります通り、環境,のです、ね、環境に優しいものになっていますので、こちらにある通り、CO2 の排出削減というのも、20年間通して1万1000トンの排出削減につながることになります。 今、えっと、ご説明させていただいたあの内容というのは、まあ、正直、えーまあ、このタイにおいてはかなり多くの企業が、えっと、ご提案している内容にはなります。ただ、えっと、私たちの,です、ね、あの強みについて少しご説明させていただきます。まずはじめに、えー、再エネ専業であるということが強みになります。えっと、2011年からあの創業していて、ま,あ、まだ、えー、10年ではあるんですけれども、まあ、再エネのです、ね、事業が普及して、 あのした後にあのにすぐにできたという意味においてはあのかなりの実績がありますのでその再エネの実績を踏まえたサービスのご提供ができます。また2番目に資金,と資金調達力にはなるんですけれども私たちこちらでですねあのパートナーシップとともにプロジェクトを運営してましてそのパートナーシップとですねあのやるあのプロジェクトにおいては 15億バーツ、まあ、約50億強のです、ね、資金調達がすでにできておりますので、まあ、そちらの資金調達力を生かしたあのご提案というのをさせていただいてます。また、あいろいろなプロジェクトを同時並行的にあのさせていただいてますので、あの調達の際にです、ね、あの規模の経済が働いて、まあ、かなり調達の方のコストが抑えられているというところで、まあ、最終的にお客様にそちらを還元できていると。 というところが強みになっています。いくつか私たちのあの実績なんですけれども、まず2020年にあの9月にですね、アンパスグループ自動車部品メーカーさんのえっとアンパスグループとのあの契約をさせていただいて、えっとすでにあの2020年に導入させていただいています。こちらはあのアンパスグループさんの中でも。 えー、日本のですね村上海明堂さん入っていただいてて、えーまあ、7つのサイトに5メガワットの導入をさせていただいてます。また、えー、と2番目に、えー、とアイシングループトヨタ系のアイシングループの、えー、a t a ク社にあの導入しておりまして、えー、とこちらはですね2021年去年にすでに1メガワット観光してるんですけれども、えー、と今後2.7メガワットの拡張の計画があります。 そして、まあ、あのタイだと全国各地あの発電効率が非常にいいので、えー、3番目にあるのはあの北のランプーンのあーところなんですけれども1.3メガワットのお太陽光システムを並木プレシジョン社に導入しています。またあの先日ですね、えー、プレスリリースしたばかりなんですけれども、えー、と右側にあります通り、えー、サムットプラカンノにありますパナソニックエナジー にもあの導入の予定がありまして、えーまあ、2月に契約を締結して今年の8月か9月にですねあの刊行することになってますはい。 えっと、こちらがあの今ご紹介した今稼働中の、えー、案件になりまして、えー、タイですと全国で8.4メガワットの,あの太陽光システムの稼働をしておりますこちらがですね今あのお直近契約を締結させていただいている会社になりましてあの今年には あー追加でですね30メガワットほどの事業が展開する予定になっています。すべてはあの細かくはご紹介はできないんですけれども、あの例えば、えー、とタイのですねあのコカ・コーラのボトルあの製造されているタイナムティップ社にもあの導入が決まってまして、えー、と今、えーと、建設中になっています。 最後にです、ねえー、と私たちの今後の展開の,あのタイにおける、えー、と今後あのプロモーションしていきたい内容についての,あのご説明になります。これはあの蓄電池を導入したもので、まあ、先ほども少し触れさせていただいたんですけれどもあの蓄電池を導入することでまずタイで,です、ね、いろいろな工場があ、まあ、頭を抱えている、えー、と停電の対策にもつながります。 あの停電の対策をすることによって機械の故障を防いだりですね、あのそういったあの、えー、ことが可能になるので、まあ、この,あの蓄電池をあのご紹介しています。また、えー、ピーク時の,あの電力消費を下げるというところで、まあ、ピークチャージというのが通常ありますので、あのそこもです、ね、節減につながる対策になります。でまたあー、一番重要なところとしては再エネ比率というのをあの高めることができますので、 あのそこのです、ね、今後再エネ比率を上げていくという、まあ、脱炭素化に向けた動きの中では蓄電池の,あの導入っていうのは今後あの加速していくんではないかなと思ってます。まだまだ蓄電池の導入をしている企業はないんですけれどもあの弊社はここにあります通り、えー、日本のです、ね、宮崎であの導入をしたりです、ね、日本でもあのいくつか蓄電池の実績はありますのでもしあのご興味あればあのご連絡いただけたらと思います。 以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい。自然電力の内藤様どうもありがとうございました。これより三社は日本からオンラインで参加をいただきます。二社目となる日系企業は島根県より株式会社広瀬プロダクトの代表取締役鉄本学様より。 広瀬プロダクトの木、竹製品と未来の可能性への追求についてお話をいただきます。鉄本様、カメラとマイクをオンにしていただけますでしょうか。はい、はい、ちょっと音声大丈夫ですかね。あ、聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。株式会社広瀬プロダクト代表取締役の 鉄本学と申しますどうぞよろしくお願いいたしますこの度はですねこのような素晴らしいフォーラムに参加させていただきまして、えー、大変光栄に存じますこの場をお借りお借りしまして、えー、御礼申し上げますありがとうございますそれではですね弊社のご紹介をさせていただきます 弊社はですね、島根県の安木市にございます。今から23年前の1999年に創業いたしました。弊社の業務内容といたしましては、木串、竹串、アイスクリームスティック、アイスクリームスプーン、エステ用スパチュラ、絶圧紙の設計、開発と製造販売です。日本には本社工場と第二工場を持っています。 この工場では弊社が品質をコントロールした中国製造工場から輸入した製品を弊社独自開発の自動選別機で選別や製品への焼き印を行っており日本の物流拠点となっております次に製造工場のご説明をさせていただきます製造工場は中国に2カ所ございます アイスクリームスティックにつきましては中国遼寧省にある合弁会社にて製造を行っております。その他の製品につきましては中国の福建省にある協力工場にて製造を行っております。この工場は弊社の製品の80%を製造しており15年以上の取引がございます。この工場は ISO や FDA、 FSCFSSC22000 の認証を取得しており日本タイその他海外のお客様の品質製造環境においての要求を満たしております弊社の海外販売拠点につきましては2018年に広瀬プロダクトタイランドを設立し順調に売上を伸ばしております タイの現地法人につきましては、中国製造工場から直接製品を輸入し、主にタイ国内の食品加工会社に竹串の販売を行っております。タイの法人は弊社グループの約20%を占める売り上げがあり、重要な拠点となっております。フィリピンの関連会社につきましては、 フィリピンのセブンイレブンに竹串、フィリピンケンタッキーフライドチキン社に木製スプーン、フォーク、ナイフのカトラリーを供給しております。弊社の取扱い製品で一番売上の多い製品は、コンビニエンスストアやスーパーで販売されているブランクフルトやコーンドッグ、焼き鳥に使用される 木櫛や竹櫛です日本のセブンイレブンやファミリーマートローソンなどのコンビニ約5万2千店舗のレジ横のホットスナックコーナーでは多くの竹串が使われている製品が陳列されておりますがその製品の8割以上に弊社の竹串や木串が使用されております弊社の取扱い製品で 次に多い製品はアイスクリームスティックです。日本では明治などの大手アイスクリームメーカーに販売しており、年間5億本のアイススティックの売り上げがございます。日本の観光名所の広島宮島,宮島では揚げもみじが多く販売されており、その製品その製品に弊社の竹串が使用されております。 弊社では品質を最重要視しております。日本本社の竹串の製造販売会社では、唯一自社開発のカメラ画像処理装置による自動選別を行っております。竹串は年間8億本以上の売り上げがありますが、クレーム件数としては年間0件から1件の高い品質の実績がございます。 弊社のメインプロダクトを先ほどご紹介させていただきましたが弊社では環境を意識したさまざまな製品の開発も行っております。近年マイクロプラスチックによる海洋汚染や CO2 の排出が世界的に問題となっており弊社ではプラスチックの代わりとなるエコな原料の竹を使用した製品を開発いたしました。 なぜ竹は約3から4年で成長し伐採が可能になり伐採後も隣の茎から自然と新しい竹が生えてきます。日本では竹林増加が問題になっていますが竹は木よりも高く成長しますので放置された竹は太陽の光を遮り隣接する木は太陽光が届かず やがて枯れていってしまいますそのためある意味無限サイクルの竹を伐採し継続的に有効利用することは森林を守ることにもつながり地球,観光地球環境に貢献すると考えております最初にご紹介したい製品はこちらのバンブーストローですバンブーストローはよく目にする細い竹や植物を カットしただけのストローとは違い竹の棒をドリルでくり抜いたものですそのため弊社のバンブーストローはすべて規格が均一になりかつ衛生的なストローです日本でも多数の飲食店やホテルで販売実績がありタイでもコーヒーショップや飲食店で多数使用されています製造には非常に高度な加工技術が必要で開発に 開発には1年半を要しましまた。先月には日本で特許を取得いたしましたノーコーティングタイプとコーティングタイプがありコーティングタイプは自然乾燥であれ,ばあれば100回以上の繰り返しの使用が可能です販売価格は1本0.7バーツ前後ですが PLA 生分解プラスチックのストローや高品質な紙ストローより 安価な価格です。タイの飲食店では、数年前から採用されており、販路は拡大しております。続いて、バンブートゥースブラシをご紹介いたします。現在、身の回りのプラスチック製品で、使い捨てであること、プラスチック以外の素材には買いにくいものとして想像されるのは、歯ブラシだと感じています。特にホテルの歯ブラシは、 一回の使用で捨てられることもあるため、環境に決して良くないものと考えられます。弊社では2020年に竹歯ブラシを開発し、販売を開始いたしました。竹歯ブラシの部分にも、歯ブラシのブラシの部分にも配慮し、100%植物由来のナイロン1010 10を使用しております。このトゥースブラシは日本のホテルや旅館、スーパーの日用品としての 販売実績があり先日日本の最高級ホテル帝国ホテルでも採用され今年3月に納品が決定しておりますタイのホテルにつきましてもコロナウイルスの蔓延が収束した後に複数社使用していただく予定となっております歯ブラシにつきましては弊社ではエバーグリーンプログラムを実施しておりますこれは竹歯ブラシを1本販売するごとに 3円、えー、タイバーツであれば1バーツがですね地球環境をより良くする活動や子どもたちの教育支援等に使用されるものですタイでもコロナの影響で大変辛い思いをしている方が現在もたくさんいらっしゃいますが昨年はエバーグリーンプログラムの売り上げを含めタイ工業省様に100万バーツの医療物資を 魅力ながら寄付させていたた。だきましたその際大工業様には不足医療物資の情報共有や医療物資の分配等に大変お力添えをいただきこの場をお借りして御礼申し上げますまたカトラリーにつきましてもプラスチック製のものから自然素材への移行が進んでおります 昨年7月には日本の大手航空会社の全日空,空輸アナ社の国内線、国際線の機内食で使用されるカトラリーに弊社の木製カトラリーが採用されました。また日本最大のショッピングモールイオン等では弊社の木製カトラリーが採用され運用が今年から開始されました。木製の製品は FSC 認証マーク 森林認証を付与することが可能ですのでこの点では木製でも森林を守り自動持続的に利用していくことが可能と考えていますその他弊社ではですね絶圧紙この画面の右下の方ですけどもエステ用スパチュラなどの製品も製造しております次に 弊社の今後の展開についてご説明をさせていただきます。これはコロナの影響が少なくなった時期からとなりますが、タイ国内に竹製品を製造する工場の建設を予定しております。このプロジェクトは単に竹の割り箸や竹串などの竹製品を製造するだけでなく、弊社が今まで製造してこなかった環境負荷の少ない新たな 竹製品を創造することや将来的に継続的にタイで生産活動が行えるよう以下の4つの達成目標がございます1つ目の達成目標は環境負荷の少ない竹を使用して製品を製造すること天然資源や生態系を保護することです これは原材料も含め将来にわたって持続的に生産活動が行える仕組みを構築する必要があります。そのためには原材料には木は使用せず、いわば無限サイクルである竹を使った製品を製造することが重要と考えています。また竹の伐採時には木を乱伐するなど生態系を破壊する行為を行為はあってはならないと考えます。 2番目の達成目標は竹を加工する廃材や竹粉をできる限り再利用できる仕組みを作り環境には環境に優しく付加価値の高い製品を製造創造することです。この課題が一番難しいと感じております。現在タイや日本などでは竹粉は肥料や飼料 竹竹炭など、付加価値の低い製品としての利用しかされていない状況です。弊社も以前は竹粉を有効できる製品開発を模索しておりましたが、この度新たな進展がございました。弊社が中国工場と共同開発した竹粉のブロック特許製造方法をもとに、昨年から 島根県商工労働部島根ブランド推進課様のお力添えをいただきながら、タイのキングモンクッド工科大学様と、畜粉から製造される建材用資材の共同開発に向け協議を進めているところでございます。写真は竹製ブロックの写真でございます。竹の割り箸の製造工程時に排出される廃材、畜粉から 製造された地球環境に優しい製品であり使用後はバイオマス発電の燃料としても使用でできる製品です今後この製品の開発が順調に進めばこのプロジェクトは確実に実現可能となり必ず成功するものと考えておりますのでキング・モンクッド工科大学様には是非お力添えをいただきたいと思っております。 先ほどの3つの3つ目の達成目標でございますが製造する製品は付加価値を高め継続的に価格競争力を維持することでございます製造工程では製造コストを抑え付加価値のある製品を継続的に製造するためにできる限りオートメーションで製造する仕組みが必要となってきます 例えば、竹の割り箸を製造する際には、一番検品工程に労力を要しますし、単純労働で精神的にも非常につらい仕事となります。弊社では独自開発の自動選別装置を設備することが可能ですので、この部分は解決可能と考えております。四つ目の達成目標ですが、特に所得の少ない 産官農村地の方々に働く機会を創造し弊社とともに共存共栄を目指すことでございます。この課題については15年前から弊社が中国で,中国で竹が生息している山間農村地で働く方々に仕事の機会を提供し所得の安定向上に貢献してきたことをタイでも実践していきたいと考えております。 そのための重要なコミットメントとして原料調達時には製品、建築ですねこれに適正な報酬を支払うことや労働者の方には適切な労働条件報酬を与えることが最も重要と考えておりますそして弊社の目指すべき目標をお互いが共有して皆が幸せになるよう 働きがいのある組織づくりに取り組んでまいりたいと考えておりますプレゼンテーションは以上になりますご清聴どうもありがとうございましたプロダクト鉄本様どうもありがとうございました三社目は千葉県より関東電子株式会社の代表取締役である関忠義様よりイノベーションオブイワカンパニーについてお話をいただきます 関様、ご準備の方はよろしいでしょうか。カメラとマイクの方をオンにしてください。映ってますでしょうか。はい、映っております。えー、関東電子株式会社の関東忠義と申します。えー、この度は、本フォーラムに参加させていただきまして、大変感謝しております。弊社はファクトリーオートメーション、 工場の自動生産装置の開発製造メーカーですまず最初にアセアンで弊社の企業紹介テレビ放映されたものをご紹介いたします聞こえてませんもしもしあ、ちょっと今確認してます ちょっとですね、あの音声の方が届かないようなので、届かかないですかではい。補足でご説明とかがあればお話しいただければと思います。ちょっと一度出ましょうか。ああのそのまま関様はお話しいただいて大丈夫ですあの。動画に合わせて、はい。ご説明をいただければと,えと弊社のおお 会社紹介が ASEAN のテレビで放映されました特にスプリングフィーダー自動組み立て装置特許製品の紹介をさせていただいております音声が出ないと困っちゃいますね 細かい部品を選別しているところが映っていると思うんですけども、そこは本社の強みになるんでしょうかえと今映ってたのがコネクターのお自動製造装置供給器ですね。ビデオが結構入っているので、音声が出ないと。えー、関東電子回当社はあ1963年に創業して以来、オリジナルのパーツフィーダー。 カスタムメイドの自動組み立て装置、検査装置を設計、製造、販売してまいりました。会社概要です。A 社は東京の隣の千葉県にございます。詳細は ご覧になっております英文のホームページをご覧いただければ、各製品をご覧いただくことができます。業務内容です。独自の振動技術を用いて、他社ではできないとされた、人の手では分離ができないような 小さいコイルスプリング、あるいは微小で複雑な形状のパーツの整列供給を得意としております。営業顧客先は自動車、二輪車のパーツメーカー様、電子機、電子産業のパーツメーカー様、他化粧品の容器、 そして医薬品、医療機器の産業界の製造メーカー様、他様さまざまな産業界の自動化に寄与しております。輸出は10年ほど前から ASEAN 地区にパーツフィーダースプリングフィーダーを直接輸出販売しております。 アジアでは台湾、インドネシア、マレーシアへ直接輸出販売し、この10年間、クレーム等は起きておりません。また、弊社のパースフィーダーはメンテナンスフリーでお使いいただいております。 英文のカタログになります。ご希望の方がおりましたら、E メールで送ら,せて送らせていただいております。当社のパースフィーダーは、他社ではできないとされ、断られた微小で、 複雑形状の電子パーツの整列供給を得意としております。今ご覧になっております画像は、ハンドソープ、またコロナウイルス化の皆さんお使いの消毒液。 の容器に使われているポンプの各パーツですこのパーツを自動機で組み立て検査する装置を開発製造しております。えっ、ー、とこれも画像なんですが音が多分出ないかもしれないんですけども。 コロナ禍で使用されている消毒液、容器のポンプの部分を自動で組み立てる装置の動画です。本装置はポンプを1分間に40個以上生産しております。 音が出ないのがちょっと残念ですけれども。 次にスプリングフィーダーのご説明をさせていただきます。スプリングフィーダーはさまざまな大きさの絡まったコイルスプリングを自動で分離して自動組み立て機へ整列供給するフィーダーです。本製品は日本、アメリカ、中国にて 特許を取得しておりますこれらのパーツフィーダーは先ほど申し上げました ASEAN 地区へ直接販売しており現在ヨーロッパメーカー各社からも問い合わせが増えつつございます昨年末にはヨーロッパ向けに CE マーキングも取得いたしました スプリングフィーダーの使用書です。微小スプリングは左下の4スモールスプリングという項目で2タイプ用意しております。通常の標準のスプリングに対しては6タイプ揃えております。 どのスプリングフィーダーもモーター分離またはエアーシャワーの分離機構を利用しております。スプリングフィーダーから自動組み立て機へせ接続しました動画になります。 ボールフィーダーの中で分離し、分離されたコイルスプリングだけが、フィーダーの排出部にから自動機へ送り出している動画になります。 画像は社内で独自に撮影した動画なので、クリアな部分もございますけれども、スプリングフィーダーから自動組み立て機への異彩装置も設計、製造、販売しております。 このページはスプリングフィーダーの IoT を利用した動画になります。インドネシアで開催されましたマニュファクチャリングインドネシアの展示会で IoT を使って生産管理の実演を展示いたしました。ディスプレイには1分間の供給数を表示しています。 おりますスプリングフィーダーとトランスファーユニット切り出し機を一緒に展示したスプリングフィーダーになります後ろの画面は 1>, 1分間の排出供給数をグラフで表している画面になります。よろしくお願いいたします。 次に出てくる動画は、無線でスマートフォンに同じ動画を転送している動画が出てまいります。こういった無線を使いますと、海外の生産管理を日本国内でも管理することが可能になります。 すみません残り1分ですので、お早めにお願いいたします、はいえー。他社ではできないと回答されたパーツのパーツフィーダー問い合わせが増えておりますので、サンプルパーツを送っていただければ無料で検証し、 回答する体制を整えておりますご気軽に E メールアドレスへお問い合わせください本日はご清聴ありがとうございました関東電子の関様プレゼンテーションありがとうございました日本側のプレゼンテーションの最後は鳥取県より株式会社 GPC 研究所の代表取締役 西田忠正様より、大企業への技術移転及び共同事業構築に向けた。バイオ技術を活用した、天然資源活用事業についてのご紹介をいただきます。西田様、ご準備よろしいでしょうか。<お>はい、よろしくお願いしておます。よろしくお願いいたします。 えではよろししくお願いいたします、えー、私 GPC 研究所の、えー、西田と申します、えー、GPC 研究所はですね、えーま、鳥取県というところにあるんですけども、ま、鳥取県非常に多くの自然があふれておりまして、えー、非常にリラックスした時間を過ごすことができる、えーま、そういった地域ですでこの写真に写っている山はですね、えー、富士山みたいな、えー、山なんですけども、ま、こちらの大山という、えー、鳥取にある山でして まあこのようにえ湖に移ったですねえ山を楽しめるようなまあこういった景観が溢れるですね非常に自然豊かなえ西田さんもちょっと画面の共有の方ができていないみたいなのであ本当ですかすみませんはい,い、はい、よいしょこれでいいですかねはい綺麗な山が見えております、はい、すみません申し訳ないです。 よいしょえー、っとちょっと待ってください。 はい、大丈夫ですいいですすすいいいかえー、っとそうですね、まあ、鳥取の紹介からなんですけども、えーまあ、こちらの山ですね、まあ、これが、まあ、大山という山なんですが、まあ、非常にこう、えー、自然の多いです、ねえー、地域ではあるんですが、まあ、私たちこういった自然のです、ねえー、多い鳥取県というところで、まあ、最先端のバイオテクノロジーと、まあ、そういったものを活用して、えー、医薬品の開発や、まあ、健康食品 化粧品のです、ね、開発に取りり組んできておりますで私たち GPC 研究所はですね鳥取大学医学部のバイオテクノロジーをコア技術としておりましていわゆる大学発ベンチャーの一つでございますで私たちはまあ遺伝子工学研究やイメージング技術というものを活用しまして、まあ、研究領域といたしましては不眠症であったり 肥満、あと自己免疫疾患、そしてまあ認知症などですね、えー、まあさらにはこう難病に対するまあ再生医療細胞の開発であったり、まあ、そういった事業にです、ねえー、多く取り組んできておりますで。最近では新型コロナウイルス感染症のです、ね、ワクチン開発に役立つような研究も取り組んできております。 でさらにまあ私たち、こういったです、ね、医薬品の開発など、まあ、さらに機能性成分の、えー、探索に関しては、えー、農水産物であったり、まあ、天然物から、えー、機能性の成分を探してくるということを行っておるんですけども、まあそういった新しいです、ね、素材を、まあ、医薬品や、えー、健康食品あとはまはサプリメントを作ったりですとか、まあ、化粧品の開発に役立てるということを、えー、目指して事、えー、業を広げてきております。 こちらの地図にある星印の部分が私たち GPC 研究所がある鳥取県なんですけどもこの自然あふれるです、ね、地域から私たちは国内のです、ね、製薬企業であったり化学品、食品あと化粧品企業さんでさらに大学のです、ね、研究室に対して私たち独自のバイオテクノロジーさらに私たちが見つけた新規のです、ね、素材を提供して 研究開発のです、ね、発展に貢献してきております。私たちですね、新しい機能性素材を探すための探索源、資源といたしまして、非常にこう天然物に注目をしております。すでに私たち数千種類のきのこの抽出物を解析しておりまして、 まあその中からですね、複数の新規化合物というものを同定してきております。私たちはそのですね、新規化合物に加えて、まあさらにですね、天然物に眠る機能性素材を探したいなというふうに考えておりまして、まあ例えば香りの成分であったり、まあ果実のですね、果皮に含まれるような成分のまあ開発と評価というものを開始しております。 でこういったです、ねえー、機能性成分の、えー、探索研究というのには、まあ、こういった私たちのラボにあるです、ねえー、特殊な実験装置であったり、まあ、設備というものが必要になってくるんですけども、まあ、こういった特殊なです、ねえー、設備を使った、まあ、技術をです、ね、コアとして、まあ、私たちはさまざまな、えー、研究を行うんですけども、まあ、中でもその独自のです、ねえー、技術といえるのが、えーまあ、細胞やです、ね、実験動物が こう光るような、まあ、そういった、えー、仕組みをですね、えー、作って、えー、機能性素材を探索するという、まあ、技術、まあ、これが私たちのコ、えー、ア技術というふうになっております、えー、ただですね、まあ、私たち細胞やマウスのこう光をですね検出して、えー、測ってでさまざまな研究を行うんですけども、まあ、普通の細胞やですねマウスというのは、えー、光らないんですね で私たちはその細胞やマウスに、まあ、遺伝子編集という技術を使って、まあ、新しいこう機能をです、ね、持たせるんですが、まあ、そのマウスや細胞に持たせる新しい機能というのがこう光らせる、まあ、光ることなんですねで私たちはこの細胞やマウスをですね、まあ、そのホタルやクラゲやキノコなど、まあ、地球上にあるさまざまなこう光る生物のようにこう光るように、えーまあ、遺伝子を改変すると いうことを、えー、行っておりますで。こういったですね、遺伝子改変をして光るようにした細胞やマウスを使って、まあ、例えばこう体にいい機能性物質をマウスや細胞に投与するとこうマウスや細胞がですね、こう強く光るような、まあ、そのようにこうプログラムし,、えー、したりですとか、まあ、あとはその体の中に移植した 再生医療用のです、ね、移植する細胞が体の中のどこにいるのか、またその場所をです、ね、光によって教えてくれるようなそういった細胞の開発というものを行っております。でこういったです、ね、細胞やマウスが光ることによって私たちはさまざまなです、ね、情報を得ることができるんですけどもこういった光る研究ツールというのが私たちの会社の強みであって。 さらにこれがですね新しい機能性素材の探索研究であったり疾患や生命機能の解明研究を促進するための非常に有効なツールであるというふうに考えております。で私たちはこのです、ね、光る研究ツールをはじめとするさまざまな評価技術であったりノウハウを活用してタイの企業とですね連携をして まあ、タイにあるその天然物であったり農水産物から、えー、機能性素材をです、ねえー、探してきたり、まあ、あるいはそれらを使った、まあ、医薬品の開発や健康食品の開発、まあ、そういった、えー、領域にです、ね、挑戦し,していきたいというふうに考えております、えー、私たちがです、ね、今、えー、非常に興味を、えー、持っております、えー、疾患領域ですけども 1、えー、一つはですねやはりこう肥満に、えー、非常に興味を持っておりますであとは高血圧、えー、スキンケアそして不眠症、えー、日中の眠気そして、まあ、認知症やうつ病などの、えー、こういった気分障害などにも、えー、非常に興味を持って研究を進めておりますでその中でもですね、まあ、私たちはこういった領域に対して、まあ、有効な機能性素材というのは、まあ、私たちが持っている生体リズム 体内時計とかですねサーカディアンリズムという表現をしますけどもこの生体リズムを制御する機能を有しているのではないかというふうに考えておりますで本日はですねこの生体リズムサーカディアンリズムという言葉で表現しますけどもこのサーカディアンリズムはですね私たちが持っている約24時間のリズムのことですでこのリズムによって睡眠覚醒であったりホルモンの分泌 体温変化や、まあ、免疫機能、学習機能など、まあ、多くの生命機能がこう制御されていることが分かってきております。でこのサーカディアンリズムは、えーまあ、24時間型の社会のです、ねえー、不規則な生活リズムであったりあとは夜間労働などによって、えー、乱れることが分かってきていますで。このリズムの乱れというのが、えー、不眠症や肥満や、えー、気分障害、認知症など さまざまな健康障害の原因となっていることが分かってきておりますで。私たちが今求めている機能性の素材というものの一つは、このサーカディアンリズムの乱れを正常化できるような、そういった機能を持っている素材を求めております。でこういった素材がです、ね、天然物であったり、あるいはハーブとかですね、その香り成分から 見つけられるのではないかというふうに私たちは期待をしております。私たちがですねこれまで出してきたこう成果の一部をご紹介しますけれども、まあ私たちはですねまあ先ほどご紹介したような光るですね研究ツールを用いまして数千種類のこう木のこうですねから複数の機能性成分を発見しております。 でこのまあ成分というのは、まあ、いくつかはすで、えー、に特許出願中でして、まあ、国際特許にです、ね、出願しているものもいくつかございますで、まあ、その中でもですね日本の企業とすでに有効性の確認試験を進めるような計画も進んできておりますでまたこちらの、えーまあ、緑のパウダーなんですけども これはですね、今までこう廃棄されていた果実の葉ですね、この葉に非常に豊富なポリフェノールが含まれているということが発見されましたので、このポリフェノールの健康促進作用に注目した新商品の開発であったり、あるいはこれ自体をですね、原料として供給していくというビジネスを開始しております。 そしてまあ私たち自身です、ね、このポリフェノールを非常に多く含んだ、えー、葉っぱをです、ねまあ、パウダーにしまして、まあ、これを活用したドリンクを、えー、開発しております。このドリンクにはです、ね、ポリフェノールだけでなく、まあ、豊富な食物繊維が含まれていて、まあ、さらに非常に低カロリーな、えー、商品を作ることができましたので。 この商品のです、ねえー、腸へのこう活性化作用であったり、まあ、ダイエット効果というものに期待して、えー、今、販路を拡大しておるところです。でさらに、まあまあ、フューチャープロジェクトとしましたけどもこ、まあ、今年から取り組む新しいプロジェクトではかんき類のです、ねえー、皮、下、まあ、皮に含まれている成分の健康促進作用の研究というものを進めていきたいというふうに考えております。 でまたですねこの果実自身を活用した新しい産業を作り出すというミッションも今、取り組んでおるところですで。この新しいプロジェクトにはですね海外にもパートナー企業がありまして非常に国際的な事業に発展しそうだというふうに考えております。 でですねまあ、私たち GPC 研究所が、ねえーまあ、今、日本だけでなく、えー、タイで,です、ね、新しいビジネスを構築したいというところで、まあ、非常にこう皆さんに興味を持っておるところです。で私たち GPC 研究所の,です、ね、このバイオテクノロジーを、まあ、タイのパートナー企業様に移転したりあるいはご提供することで、まあ、そのタイの資源からです、ね、新しい健康促進素材を見出していきたいなと。 まあさらにまあその素材の販売であったり、まあ、それを活用したです、ね、新しい商品の開発を通じて、新しい産業をです、ね、タイで発展させることができないかというふうに考えております。私たちのこのテクノロジーはです、ねまあ、医学領域であったり、あとは食品、美容であったり、さまざ、あ、まな領域で,です、ね、応用できる可能性を有しております。医薬品となりうるです、ね、物質の探索であったり、 あとは肥満などの生活習慣病の解,説解決に有効な商品を開発したり、さらにこう再生医療研究やですね感染症研究、あと不眠や認知症の改善などです、ね、でさまざまな健康障害に取り組むことができる、そういった技術であるというふうに確信をしております。本日のこの機会にですねぜひ私たちのテクノロジーであったり、 ビジネスモデルにです、ね、興味を持っていたただけました皆様にはご連絡をいただけたらなというふうに思います。本日、私たちの技術の一部をご紹介したんですけども、まだまださまざまな成果が出ておりますしいろんな領域で活用できる技術ですのでまたあのご紹介できなかったことをお話しさせていただけたらなというふうに思っております。以上でごござざいいまますありがとうございました 西田様、どうもありがとうございました。4社の日本企業より素晴らしい技術についてご説明をいただきました。ご登壇いただいた日本企業は、タイ企業との連携を強,強く望まれている企業ばかりです。ぜひ各企業との連携等にご興味があるタイの企業はセミナー事務局までご連絡の方をよろしくお願いいたします。ここでお互いフォーラムの設立者で、現在国立金沢大学の教授である 公益法人お互いフォーラム共同代表の松島大輔教授より動画にてメッセージをいただいております。今後の日本・タイの連携について熱いメッセージをいただいておりますので、10分間の動画の方をご視聴ください。よろしくお願いします。え皆さんこんこにちはは金沢大学の松島と申しししまますすすよろしくお願いいたします、えー、本日はですね このメタリックスとそして第21回のお互いフォーラム開催誠におめでとうございます本日はですねパソコン副局長にお招きいただきまして残念ながら日本からの参加でございますけれどもぜひですね正解をお祈りしております私の方はですね2011年ですねからですね 2016年ですねまでの間、タイの方で駐在させていただいて、ですねこちらの日本とタイのお互いフォーラムの連携をさせていただいてました。この中でパサコンさんと一緒に、ですね日本のいくつかの地域、まさに今日う、そうそうたる地域の皆さん、 企業の皆さんご参加しておられますけれども、まあ、こういった形で成果が引き続きもう10年以上経つわけでございますけれども成果が出てきているということで本当にですね感無量のところでございますで今日はですねぜひ皆さんにですねこの動きをさらに加速していく2つのポイント巷ではですねいわゆるスタートアップス 企業についてですねいろんなところで話が進むもちろんこれも大事な活動ではありますけれども日本の今日お集まりの中小企業の皆さん含めですねやはり再創業事業再構築リスタートアップスこれをですねぜひこのお互いフォーラムの一つの方向性として 検討いいいただけないかなかととうことそしてまた新産業化ですね新しい産業を作ろうじゃないかとえそんなことできるのというようなところをですね今日はお話しさせていただけないかなとまさにこれをタイと日本の連携の中で実現していくということでこれも何度も繰り返しでありますが日本は非常に今大変な時期に来ている。ももちろん、えー、コロナの問題も ございますけれどもそれ以上にやはり構造的に日本の、えー、衰退というのが著しい世界第3位の経済大国でありますけれども一、まあ、人当たり GDPPPP、えー、購買力低下で言いますと32位ということそしてまた、えー、高齢化率ですね高齢,率高齢社会ということでもう超高齢社会、えー、65歳以上が28.8%というこんな厳しい状況。 肩、まあ、や目を転じると、ですねこれ、皆さんによく学生にですね質問をしております。A と B、どちらがタイでどちらが日本か。まあ、これ、棒が高い方がですね活動的だというわけでありますけれども、さあ、どっち実は残念ながらと言いますか、えー、日本は B なんですね、ブー・ビー賞、後ろから2番目。それに対してタイは A なんですね。えー、おめでとうございます。 タイの皆さんですね、非常に活動的であると、まさにこういったですね、スタートアップの部分でも日本は後人を排しているところであります。でも皆さん、よく考えておればですね、この企業だけではなくて、再創業、事業再構築、これはですね、実は日本の一つのお家芸、えー、まあ100年企業、1000年企業なんかもある日本であります。でも まあ同じことをやってるわけじゃないですね、行く川の流れは絶えずして、元の水にはあらずということで、これはまさにです、ね、トヨタ、えー、トヨタ防食食器ですね、食器から自動車へ、そして、えー、実はブリヂストンさん、これ、クルメからですね発祥の地であります、実際ミュージアムも見学させていただきましたけれども、まあ、直旅ね。ソールの部分が、えー、靴底がですねこれゴムなわけですね。ここから、えー、タイヤをまあ あまあ、タイヤの業界に進出したということで、えー、ご案内の通り日本は系列構造、えー、産業的には、まあ、例えばですけどもトヨタさん、えー、がいらっしゃるとすればこの、まあえー、母親である、ね、マザーカンパに対して、えー、ティアワン、ティアツー、まあ、あるいはティアスリーからティアファイブという形の、ね、ピラミッドがあったしかし、近年これがですねどんどん溶解、えー、崩れつつあるということなんですね特に電気自動車ショック えー、2030年までにはですねおおよそすべての国が特に EU はですね、えー、もうハイブリッドもダメよという状況になってきて、まあ、それに対してですね今まで2万5000点特に来年期間はですねガソリンという必殺技があったわけですけどもこれが使えなくなってくるさあ1500点になるですね絞り込まれるこの部品に対して日本の中小企業ね、えー、これがですね、まあ、生きていけるのかと。 いうところがポイントでありますで私が今所属しております金沢大学というのはもちろん他にもそうそうたる地域の皆さん今日集まりであると思いますけども北陸は特にこの産業集積日本海側でも最大であるということそしてまたグローバルニッチトップとい,いわゆるオンリーワンのです、ね、技術を持った企業の単位あたりのです、ね、集積が最も高い地域ではないかなと思います。 これを使わない手はないということで一つの皆さんにですね今日は、えー、この活用方法といいますか再創業をどうしたらいいんだというところで実は大学を利用してくださいといととうことなんですね。金沢大学では昨年の4月から新しい学部私は所属しておりますけれども、えー、融合学域先導学類というのを立ち上げました。 でここではですね、今、100社以上の北陸の企業中心に参加いただいて、まさに事業再構築をするために、各社に学生を派遣するという LEP というプロジェクトを始めております。1年かけて、企業の強み、コアコンピュタンスを1枚まとめて、それをですね業態転換していくということですね。例えば、家具の会社、家具の製造メーカーが、今やフリーアドレスのコンサルになると、面白いでしょ まあこういうような業態転換が必要になっていく。まあ、日本はですね右側の持続的イノベーションですね、いわゆる改善は大得意であります。まあ、しかし、既存の事業のね改善だけではなかなか立ち行かない、破壊的なイノベーションが必要、軌道を変えるような、まあ、そういうものが必要になっていく。まあ、経済学的にもイノベーターズ・ディレンマーといいますね、えー、優秀であればあるほど、今の事業が成功していればしているほど、新しい破壊的なイノベーションが起こらないと。 両、えー、機器っていうね、両機器の系って言いますよね、持続的なイノベーションと破壊的なイノベーション。持続的はね、ご自身でできると思います。破壊的なところを誰がやるのということで、この学生を派遣させると、こういう、まあ、作戦であります。で、この金沢大学ではそれだけではなくて、まさにパサコンさんもですね、えー、5年前ですかね、あ、もっと前ですね、7年ぐらい前ですけれども、えー、金沢にお越しいただいて、この100万石の 伝統です、ね、堪能いただいたただここはですねまさに100万石のいろんなまあ技術ノウハウそしてまた繊維中心に繊維機械ですねの集積がございますまあこういうものを中心にですね北陸の強みを生かしてしかもしかも今のですねデジタルトランスフォーメーション DX それからタイが進めておるこの BCG のようなですねそういったものに注目した8つの分野 えここで100万億ベンチャー、いわゆるユニコーン、ギガコーンの一、まあ、つの産企業じゃなくて産業体、ニュー・ナレージ・インダストライゼーションというものをやっていこうじゃないかということで、これが一例ですけれども、まあ、いわゆる暗号貨幣、コミュニティ暗号貨幣、里,というの里山里海というです、ね、人間が介在してこそ持続可能な自然、これ実は世界遺産10周年になったんですね。 この国連の世界農業遺産10周年、去年になりましたけれども、この能登の里山里海、えー、それに対してですね、AI や IoT を使って計測して、どれぐらい人間が貢献するといいんだ、その、えー、貢献をですね見える化して、えー、そしてそれをカウントして、里という単位のお金を発給してあげるということ、でそれをですね、日本全国で今連携進めています。 まさにタイもですね、一つの候補だと思っています。第四世代の、これ、えー、いわゆるビットコイン、えー、暗号会じゃないんですあの、仮想通貨じゃないですね、えー、第四世代の完全暗号、えー、計算量でね、やるような、えー、プルーフ・オブ・ワークじゃないですね、新しい形の仕組みを作って、これはですね、もう一個の100万国ベンチャーでありますけれども、えー、廃車から廃車になった車をですね、単価して、でさらにこれを海の中に。 入れて新しいですね、魚場を作っていくというプロジェクトであります。まあ、これも1000億ぐらいになるんじゃないかなということで、いろんな機会に参加いただいて、なんとカーボンクレジットですね、ブルーカーボンといいます。海の中で、実は陸と海での CO2 の固定と同じ量しかないですね、今は。しかし7対3、海の方が大きいわけですね、そこを活用しようということ。サイバーバレーという、これもですね北陸で進めております。えー、皆さんどうですかね人間の数 72億人もいるわけですけど、72億人しかいないと言ってもいい、どうですか、このパソコンとか携帯、えー、冷蔵庫や洗濯機、まあ、いわゆる電気家電を見ると、ですねなんと100兆個のデバイスが必要になってそのセキュリティをですね守る仕組みを前提としたサイバーバレート、これも北陸で進めております、まとめます、まあ、このようなですね、えー、今ある企業、中小企業の皆さんの再創業、事業再構築を進めていこうじゃないか。 そしてその延長上に新しい産業を大学が一つ参謀となってですね、シナリオを書きながら、新しい産業、DX、そして b c g 前提として進めていこうという構想を進めています。まあ、お互いフォーラム、せっかくなので、ですねこのタイと日本で連携しながら、新しい産業を作っていこうじゃないか、き、まあ、今日のメッセージはそちらでございます。本日はですね正解、誠におめでとうございます。 以上でですね、私からのお話を終わりたいと思いますはい、松島先生どうもありがとうございました最後に本日の締めとして主催者を代表して SMRJ 中小企業の井上哲也より日台企業間のビジネスマッチングのプラットフォームについて説明をさせていただきます井上さんよろしくお願いいたします 皆さん、こんにちは。私の方から少しお時間をいただいて日、タイと日本をつなぐビジネスプラットフォームのご紹介および連携事業についてご説明させていただきたいと思います。あの長時間で皆さんお疲れのところあるかもしれませんが、もう少しだけお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。 私の方ですが、今、タイ工業省の方に出向しております、井上と申します。出向元は、中小企業基盤整備機構というところになります。そこで、この写真にもあります、ジェグテック、ティグテックという2つのプラットフォームについて、いろいろ管理、運営をさせてもらっております。まず本日ですが、お伝えしたいことは2つでございます。 まず1つが先ほどご説明した JEGTEC と TIGTEC のプラットフォームのご紹介でございます。こちらは日本側は私の出向元である中小企業基盤整備機構が運営管理しております。また TIGTEC の方はタイ工業省産業振興局が運営管理しております。また2つ目はこのプラットフォームを使った連携事業でございます。 それでは順を追ってご説明させていただきたいと思います。文字ばかりの説明資料で恐縮です。まずジェグテックのプラットフォームの方からご紹介させていただきたいと思います。後ほどウェブページの方をご紹介させていただきたいと思うんですが、このジェグテックにつきましては製造業を中心としまして国内の2万1000社がご登録をいただいております。 合わせて大手のパートナー企業と呼ばれる企業数が約670そしてタイも含めた海外の企業が7700社登録しておりますまた企業検索等々もできるものになりますので後ほどホームページの方をご紹介させていただきたいと思います続いて TIGTEC の方になります TIGTEC は先ほどのご説明の通り タイの工業省業省産振興局が運営管理しておさまざまな業種の中でのタイ企業とのまずマッチングを目指したポータルサイトになっておりまして合わせて昨今では日本をはじめ海外の企業も結ぶビジネスプラットフォームになっております。 大企業につきましては、約4000社を超える中小、また大企業の方がご登録をいただいております。そして、その中で、我々中小企業のジェグテックとアカウント連携、あの、コンタクトを取れる企業様も1000社以上、この中にご登録をいただいているところでございます。フィグテックにつきましても、 ジェグテックと同様いろいろカテゴリーに分けて企業検索ができるようになっておりますので比較的見やすいものになっているのかなと思っております。それでは、えー、ホームページの方を簡単にご紹介させていただきたいと思います。えー、こちらが、えー、ジェグテックのホームページになっております。 これはちょっと1個カテゴリー入っちゃったものなんですけども、これはコンテンツの1つにロボット導入というロボット支援というカテゴリーがありまして、その中で記載しているものになっています。実はいろいろカテゴリーを分けておりまして、タイの企業特集であったりロボット、また航空機産業というような形でいろいろ産業分野に分けて登録をしているところがございます。 ありがとうございます。じゃあ次、えィグテックの方に移りたいと思います。はい、えこちらがティグテックになります。今回ご登壇いただいた、え自然電力様も、えご登録させてもらっておりますとおり、えタイの企業、また、日本の企業特集というようなものも実施しております。えタイのティグテックにつきましては、いろいろ、自動車、電気、電子、食品、加工をはじめ、カテゴリーに分けて、 企業の方を登録しているところもございますので、ぜひ一度ご覧になっていただければありがたいかなと思っております。はい、ありがとうございます。では、スライドに戻ります。続いて、じゃあ実際に JEGTEC、TIGTEC はどういったメリットがあるのかというようなことをご紹介させていただければと思います。まず、JEGTEC の方ですが、えー、登録をいただきましたら、 販路の拡大や技術提携など自社のニーズに合わせたさまざまな提案というものがこの Web の中でできるようになります。また、タイをはじめ海外の企業からこういったものが作りたいこういったものを調達したいというようなニーズが届くようににななりますすそのようなニーズに対して提案をすることが可能になります。 そこからビジネスをつなげることも可能です。あわせて無料の英語翻訳サービスもジェグテックにはございます。自社のページを作っていただいて、あわせて英語のページも作っていただき、海外企業との取引のきっかけにすることもできます。また、在宅の,の日経企業様につきましては、一旦使用が難しいところがあるんですが、 日本に本社がある場合につきましては、本社の方で JEGTEC を登録いただければ、在、え、宅、ー、の企業様、海外の企業様であっても、えーお、お使いいただくことが可能でございます。続いて TIGTEC のメリットについてご紹介します。TIGTEC はワンストップサービスのポータルサイトになっています。企業の検索やビジネスセミナー、 また、オンラインのイベントなどについてご紹介しているサイトでもございます。繰り返しにもなりますが、えー、登録者数2万を超える JEGTEC とのアカウントの連携が可能です。ですので、ご登録をいただければ、JEGTEC 内の企業も検索が可能になります。3つ目につきましては、えー、タイの工業省の中に SSRC という部門がございます。 SME サポーターのレスキューセンターあの、経営相談センターというような位置づけになるんですけれども、そこでいろいろな経営相談につきまして、専門家で対応することが可能になっています。ですので、ぜひともご登録についても前向きに検討いただければと思っております。また、えー、大体の企業者様が TIGTEC はご登録いただけることができるんですが、 後ほどご紹介します、日本企業コンテンツというところでもご登録いただければアカウントを付与して TIGTEC の中で検索が可能になります。まず一つ目のウェブのプラットフォームにつきましては以上になります。繰り返しになりますが、一度ぜひこちら URL 覗いてみていただいて、どういったホームページになっているかというようなものをご覧いただければ、大変ありがたいかなと思っております。それでは続きまして、2つ目、このプラットフォームを利用した連携事業についてご紹介させていただきます。2つの事業をご紹介させていただきます。まず1つ目が、オンラインカフェというものでございます。 先ほどのジェグテック、そしてティグテックに登録された企業の中で行うある種向上的な、えー、オンライン商談になっています向上的と申しますと、えー、具体的には毎週木曜日にオンラインで開催しています、えー、登録は無料実施も無料でございます、えー、日本とタイの日体の通訳者を配置しておりまして日本側につきましては、えー、商談の前後で 専門家がサポートに入ります。具体的なフローについては、えー、記載のとおりなんですがまず、えー、我々から大企業の方にヒアリングニーズのヒアリングをさせていただきますその後、その大企業のニーズにつきまして JEGTEC のシステムを通じて日本の登録企業様に通知配信をいたします 海外企業大企業から届きましたニーズについて日本企業が提案という形でサゼッションをした上で最終的に大企業の方でもこの提案はすごい興味があるということであったときにこのオンライン商談をいち早く設置するようにしていますそのオンラインカフェの実績になりますが 今年度合計で33回ほぼ毎週実施する形になりました日本企業は約77社80社近くご参加いただき大企業も50社以上がご参加いただきましたオンラインカフェを実施した後の商談の継続率は約4割半数近くの日体の企業様が 2回目、3回目という形で商談を続けている形になっています。具体的なケースをご紹介します。まず1つ目ですが、サプリメントの協業開発というようなものを目指したものでございます。参加した日本企業は素材の開発メーカーです。もう一社タイの方では、リハビリテーションセンターを実施している企業になります。 対象の大企業からのニーズとしましては、リハビリテーションセンターに通われる方々、特に高齢者の方々が多いと聞いています。この高齢者の方々に向けたサプリメントを提供したいというようなものが大企業からの当初のニーズでございました。それに対して、いろいろな素材を扱っています素材開発メーカーからは、自社で研究、また開発、 さらににに製造も可能なな素材を大企業にサンプル提供する流れになりましたそのサンプル提供についてはオンライン商談1回目の段階でサンプル提供の話に至りましてその後継続的にサンプルを送って大企業の方でテストを繰り返しながら非常に効能の高いサプリメントを作るというようなもので今継続して商談を続けています。 二つ目のケースに移ります。二つ目は、タイでも多くあります商品食品加工のタイ企業と日本企業は冷凍であったりとか解凍、そういった温度管理をする鮮度維持装置の製造販売をしている企業様でございます。タイ企業としましては、ドライフルーツ、マンゴーやドリアンのような ドライフルーツを加工する製品を作っておりまして、その既存製品のバリューアップを図りたい、そういったバリューをアップすることができる製造技術がないかというようなもので、日本企業に問い合わせがあったものでございます。それに対して、日本企業、鮮度維持装置を製造しております日本企業につきましては、 タイの、えー、企業の、えー、実際の食品加工場また輸送のコンテナにですね後付けすることのできる、えー、鮮度維持装置を提案いたしました特にあのドライフルーツを作る企業様については一旦冷凍した上でえで、ー、ドライ加工をしなければいけないという加工工程がありますため途中でそのえー 冷凍加工した後に解凍する際にです、ね、どうしてもこう果肉の崩れというようなものが出てしまうんですけれどもこの日本企業からの、えー、技術提案によってその、えー、果肉の崩れというようなものが防げるというふうに考えましてニーズが合致しているところでございますこちらも、えー、今商談が継続しておりまして2回目3回目という形で進んでいまして見積もりまで進んでいるというふうに聞いております 特にケース2につきましては、タイ企業の多くが食品加工を実施しているところがありますので、非常にユニークなケースかなというふうに思っております。最後になります。お付き合いいただきありがとうございます。あと我々、タイ工業省、中小企業合わせて、ですね、TIG-TEC のコンテンツの中に日本企業特集という,ようなものを作っています。 今回ご登壇いただいた日本企業4社様にもご登録をいただいておりまして、大市場、大企業との取引を期待する日本企業のニーズを常に紹介しています。産業分野でも分けておりますので、比較的見やすいものになっているのかなと思っています。また、そこのページにはコンタクト先、連絡先も記載しております。直接ご連絡いただくことも可能ですし、 我々、タイ工業省産業振興局にご連絡をいただければ、そのまま先ほどご説明したオンラインカフェにつなぐことも可能です。ぜひとも TIGTEC のコンテンツの中にある、この日本企業特集をご覧いただくのとともに、日本企業様につきましては、ぜひともこちらに掲載いただければなと思っております。最後になりますが、こちらの日本企業特集を使って、 我々の今後の挑戦としましては、ご登録いただいている企業様のニーズを深掘りしまして、ヒアリング調査を実施したいと思っています。このヒアリング調査をもとに、対工業省、また関係の政府機関の方々と協力をしまして、オンラインカフェのマッチングにつなげていこうと思っています。一番下に申し込みフォームを記載させてもらいました。もしご興味のある方は、ぜひともご登録のほどご検討だ お願いできればと思っています。すみません、え最後になりますが、今回ご説明させてもらいました、私、井上哲也と申します。大工業省産業振興局のジャパンデスクとして設計をお貸してもらっておりまして、中小機構から出向できております。何かありましたらいつでもご連絡をいただければと思います。 また最後になりま,なりますが主催者を代表いたしまして3時間にわたるセミナーご清聴本当にありがとうございました今後ともどうぞよろしくお願いいたしますはい井上さんどうもありがとうございましたこれにて本日のプログラムが終了となりますご登壇いただいた皆様ご来場ご視聴いただいた皆様 最後まままでお付きき合いいいたただししてありがとうございました本日のイベントをきっかけにしてタイと日本の企業間で新しい案件が形成されタイと日本両国の発展に寄与することができれば我々主催者としてはこの上ない喜びとなります。タイ工業省産業振興局ジャパンデスクでは今後もこのような日本とタイの連携の機会を設けていきたいと考えております。 本日のイベントにご参加いただいた皆様からのご感想やご要望にもお答えし、より良い活動につなげていきたいと考えておりますので、ぜひアンケート等でフィードバックの方をよろしくお願いいたします。引き続きコロナウイルスの注意が欠かせない日々が続いておりますが、皆様のご健康とご健勝、を関係者一同でお祈りしております。本日はどうもありがとうございました。失礼いたします。